FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー。時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾貴美子さん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ドーナツです。ナイツザ・ラディオショー、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、はい、昨日ちょっとライブが終わりましてね、一段落ラジオしましたね。地下芸人ライブ、地下芸人ラジオのね、はい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 、100回記念ライブということで、うん、まあ、ザ・ファイナルですね。昨日地下芸人ラジオはもう終わっちゃうんでしょ。地下芸人ラジオは一回終わります。はい、まあ、そうなんですね、はい、区切りとして、区切りとして、うん、もう地下芸人出し尽くした。地下芸人は、いや、まだ、あの、出しだ、なんか、あの、多すぎてなんかもう終わんねえのかな先が見えなかった。先が見えなくなってきちゃって。なるほど。うん、それでなんか、まあ本当に言うと体力の限界です。まあそうですね。まあこのラジオが、そもそもラジオショーが始まったことで、もうね、一週間のラジオ量はもうすごいことになってるわけですけど、そこに自ら始めた、自ら始めた。その時コロナだったっていうのもあって、まあ始めて、まあでも途中で、まあいい時期もあったんですけど、まあ最近ね、ちょっと漫才協会の若手とか、そういうのをこう家に呼んで、いろいろ話聞くってことも、まあやってたんですけども、まあ一回ここでちょっと区切りしようかなっていうことで、まあ、リズムが崩れるんだよね。なんか生活の。夜中だもんね。そう。で、飲みに行くんですよ。終わった後飲みに行くでしょ、毎回。申し訳ないなと思って、そのために来てもらうのがさ。で、飲みに行こうって。ごちそうしないといけないと思って。ごちそうするでしょ、やっぱりついつい夜中まで飲むじゃん。お前どこすんねんのって言ったら、いや、どこです、いや、どうやって帰んの、いや、とかって、あ、じゃあタクシーって言って、なんか、お金もったいないなと思ってきちゃって、なんか全部払ってたから。そうそう、それで、やっぱり子育ても最近、ちゃんとやってるから、なんか朝早く起きて子供送るのも、なんかその、月曜日の夜中のリズムがっていうのもあったりして、でもそれでもやってたんだけど、なんか、思いっきり90円の裏だった時とかも何回もあって、YouTube の配信時間が、配信を月曜日の9時にやってたのね、で結局その90円が月曜日になって、裏になっちゃったんだよ。だからその90円終わってからやってくださいって言われて、そうすると今度10時からやる。もうスタートが早めらんないんだ。で、そので、10時から11時に終わって飲み行って終電なくてみたいなのが続いちゃったから、まあ、ちょっと曜日を変えようかなとかいろいろ考えてて、で、そもそもこれなんでやってんだろうな、みたいなところから、なんか一回、今何回なのさ、96回とか7回だとか、あ、じゃあもうちょっと100回区切りにして、一回終わってまた次考えようかなって思って、で、昨日100回で、で、今100回の歴史があるから、そのに、まあ出てたメンバーの、まあオールスターみたいな感じで、まあやって、大泉ユメリアホールっていうところを買って、もう告知に告知を重ねた、のに70枚やっぱりチケット余っちゃったんですけど、まあ、それでも105人来ていただいたので、すごい、はい、まあ、大成功でした。なんか先週それでプレゼントするみたいな感じで言ってませんでした？プレゼントした、え、色紙5枚に寄せ書き、みんなの、なんか寄せ書き、変なプレゼント言ってたよね。言ってましたよね。ジム・ブラウンの布かみたいなプレゼント言ってたよね、なんかね、100円ショップで色紙を買ってきたの、はい、ただ2枚1組なんですよ、うん、で、だから5枚って買えないの、うん、6枚になったの、うん、で、あの寄せ書きをまあみんな5枚書いて、うん、あと1枚は俺のサインにしようっつって、うん、俺の単体のサインにして、うん、それに陰謀1個つけた陰謀つけた陰謀つけた陰謀をポチ袋に入れてもうなんかその陰謀だけだとさすがに怒られるかなと思ったから、残り1枚をちゃんとでっかい色紙に名前書いて、それでその当たった人にちゃんと名前をその場で入れてプレゼントしたのね、はい、で誰に当たって、女性に当たって、おじさんなんだよ、面白くねえよ面白くねえって何ですか。しょうがないじゃん。 JK だったら面白いと思ってたの。ダメだよ。ダメですよ。え、ダメですよ。おじさんでよかったよ、うん、なんか一郎も JK と試合してたじゃん。
だからそういうなんか全然違うだろ。一緒にすんなよ。妹と試合一緒にしない。藤谷京都の試合であの美しい青春の1ページと一緒にすんなよ。お笑いを託すみたいな感じで JK に来ないよ。一応そのお客さん笑ってたから、まあ、そのラジオ聞いてる人多いから、うん、で一応本当に一つだけお願いが、その当たった人お願いがあるんですけど、うん、アメリカに行ってクローンだけは作らないで作るから、はい、はい、ってやって毛からない毛から DNA を採取してねいろんなね、うん、遺伝子のね情報をね取り出さないでください。それだけなんで、やっちゃいけないことはそれだけなんで、それ以外はもう自由にしていい、自由にして お守りにしていただきたい何に使ってもらってもいいけども、クローンだけは作れないからねっていうね。まあ、すっごいやっぱり、うん、まあ、その、これに来るお客さんってやっぱりもう、その、まあまあ、なんだろうな、はい、熱いファンしかいないから、はい、もう、面白すぎてさ、うん、まずその、何が面白かったですか、寄せ書きをみんなで書いてるときに、うん、まあ、ハガちゃんこと菅野智之、うん、本名はハガ拓之だからね。うん、巨人の菅野智之の真似をしてるから、うん、菅野智之っていう芸名で、はい、もうでも芸名変えて5年ぐらいやってんだよ、菅野、はいはい、菅野智之で、うん。寄せ書きに書くときに、うん、友の字がわかんないんだ。俺さ、どうしてもね。何ですか、俺、ちょっと、どういう字でしたっけって。書いたことないから。いや、サインをね、サインを頼まれたことないのはわかるけど、でも、その芸名でやってるわけじゃん。菅野さんの。いや、菅野と一緒に。いや、やってんのに。菅野ってなんて名前でしたっけって。いや、菅野智之だから。だから菅野智之にしたんじゃ、あ、そうでしたかみたいな。サトシっていう字だよ。みたいな感じで、あーとかって書いてて。もうやばいじゃん。やばい。やばいよ。で、まあ、始まって、はい、まあ、盛りだくさんのね、まあ、内容でした。まあ、はじめに、ちょっと、近況報告みたいのを、こう、まあ、やって、うん、まあ、その、さっき言った100回に向かう。誰が来たんですか、うん、菅野以外は。あ、メンバーは、うん、菅野智之、うん、厳選四方線。もう、もうバチバチじゃん。バチバチ。もう中めっちゃ悪いから。うんうん、で、インタレスティングたけし。で、コンパス中島、うん。あとはもう弟子のターライと堀江、うん。というメンバーですね。はい。まあ、ターライと堀江に関してはもうほぼ無名。無名というかもうね、まあ、ね、弟子なんで。いや、厳選四方線も、菅野の無名だろ。厳選四方線は。インタレスティングたけしだけでしょ。テレビ出たことあんの。厳選四方線は、本当に今、講談みたいのが当たって、講談要するに都営の団地に当たった、うん、ああ、講談、うん、住居ね。住居。それで、講談式神田伯山みたいなことか。東村山に、うん、引っ越しして、うん、なんか前は練馬だったから、家の近くだったから呼んでたんだけど、もう東村山にもう当たったから住んでて、で、お子さんも生まれて、で、新婚さんいらっしゃいに、奥さんと、なんか言ってたね。それがまあ2022年のお正月です。もう約、文枝師匠だった時。2023年の正月ですね。そうそうそう。だからもう約丸2年前に出た時は、その、まだ子供もいなくて、で奥さんとすごいなんかお笑いやってる、うん、ダンスね芸人ですって、うんうん、すごいなんかラブラブで出たの、うんうん、でその後に結婚して子供生まれて、うん、団地が当たって今住んでて、うんうん、最近奥さんがやっぱもうお笑いをあんまりもうやめてほしいみたいな感じになってきてるのって、うんうん、まあ、ね、まあ、な感じだったのに、うん、で仕事、ライブの日に、着物を、あいつ着てやるんだけど、着物を隠されるって。どの奥さんにどこにあるか分かんないんで、着物を。でも、絶対になんか見つからないとこまでには置いてないんだよ、さすがに。なんか少しでも奥さんがあいつに芸人をやめさせたから。ちょっとだけ足止めを。足止めを、うん、してるんです、みたいなことで、近況報告で。あ、それ、なんか切ないな、みたいな感じで。面白いね。商売道具。面白いんだよ、新婚さんいらっしゃいでね、ラブラブだったのに。あんなラブラブだったのに、みたいな感じで。まあでも、奥さんも生まれて、うん、そう、新婚さんいらっしゃい出たことで、あれだもんね、菅野智之もマウント取ってたもんね。もうそこ出たっていうので。あ、そうそう、菅野智之がマウント取ってたんだけど、うん、まあまあ、ハガちゃんは、菅野智之は、うん、数がやっぱり今まで、うん、厳選四方線はメディア1回なのよ。うん、その、新婚さんいらっしゃいだけなの。うんうん、で
菅野智之は、うん、ま、大体全部俺が絡んでるんだけど、うん、のやつで、で、初めて、この前俺絡みじゃないやつに出ましたって言って、それで、何に出たのって動画が多分切り抜いて送ってきたんだけど、細かすぎてに出ましたみたいな。で、見たら、うん、なんか侍ジャパンの胴上げの瞬間みたいな感じで、うわーっていう。みんな出てる時、ね、出てくるでしょ。で、あの、台に乗ってない、横にいる一番奥の一人出てたの。これはね、落ちてない、ね。落ちてない。落ちてもない。落ちてる枠にも入ってないっていう。でもそういうのもあいつの中ではメディアの回数って数えてるから、もう、あの、厳選地方選、菅野智樹、炎の七番勝負がメイン企画だったのに、なんか、もうオープニングの時点で、なんかバチバチになっちゃって、お前なんか、新婚さんいらっしゃい以来見てねえなとか言い出して、うん、で、お前、で、ハガちゃんなんか出てんの？それは僕はだって、今までトータルメディアはもう8回ぐらい出てますし。とかって言って、いつものマウント取んなよ。うん、で、なんか厳選しようよ。マウント取んなよ、お前とかって。え、最近何出たの？そしたら、は、工場委員会出ましたつって、うん。そういえば工場委員会出したなと思って。あ、菅もね。出したじゃん、さんまさんの。ああ、だいぶ前だけどね。そうそう。でもあれがやっぱりでも、なんといっても工場委員会強いから、うん、もうそれで、やっぱり源泉が黙っちゃって、うん、いやもうそれは、なんかすごいなんだなって。黙るんだ。気持ちがいい感じの顔してるみたいなね。まあ、そんなとこから始まって、うん、コーナーがね、まあいろいろその、パーソナルクイズのコーナーとか、いろいろ、まああるんですけども、やっぱりインタケクイズ、うん、インタレスティングタケシの、やっぱりインタケクイズって知ってます？どういうクイズ？インタケがこうフリップにこうインタケクイズみたいなの考えていくのね、うん、でそのでこうん、インタケインタケやっちゃったっていう、うん、なんかこうブリッジがあるんだけど、うん、インタケクイズって始まるのその、うん、それがまず可愛いんだけど、うん、インタケクイズって始まって、うん、お母さんにショートケーキ買ってきた、うん、買ってきてって言ったら、うん、お母さんが、うん、あの違うものを買ってきちゃいました何でしょうみたいな問題、まあ、滑舌悪いから聞き間違いみたいな、あ、そうそうそう、うんうん、でインタケショートケーキ、うん、うん、何だと思いますか、ショートケーキ買ってきて、インタケがショートケーキ買ってきてっつって、ホットケーキ買ってきちゃったみたいなこと、あ、違う、うん、ショートケーキ買ってきて、ショート、正解は消毒液、うん、ああ、なるほど。ショートケーキ買ってきてって、消毒液を買ってきちゃった。って言って、これ、うんうん、消毒液でした。して、インタケ、インタケ、やっちゃった。みたいな感じで結構盛り上がるんだよ。インタケクイズ。インタケクイズが、うんうん。で、なんか最後、そういうのが続いて、最後、熱中症かなと思ったら、とかっつって、うん。なんだろうって、熱中症かなと思ったら、つって、うんうん、どういうことかわかんないじゃん。風邪だった、うん、ブー、ブーとか言って。うんうん、で、最後は、何言ったら、うん、恋の始まりでした。いいんだけど。ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと待って、もう一回。ちょっと待って。熱中症かなと思ったら。熱中症かな、うん、ああ。恋の始まりでしたっていうオチでした。あ、それも、あの、滑舌悪い系が何個も続いて、うん、最後、うん、熱中症かと思ったら恋だったっていうこと、ね。恋の始まりでした。ああ、なるほど、うん。これでもう見事に大爆笑。ああ、そうなんだ。うん。インタケやるな、みたいな。すごいなぁ。すごく面白くてさ。うん、ちゃんと本ネタやってますね。ちゃんと本ネタやってる。で、インタケと菅野智之が、うん、あの、まあ、今日なんだけど、うん、M1 に二人コンビ組んでる。ユニットで。インタケと菅野智之でコンビ組んでんだ。コンビ組んでんの。一回戦？一回戦。今日。で、その、じゃあ、その、漫才やればって言って、うん、で、お客さんわーって拍手して、じゃあそこで2分でしょってやんなよって言って、うん、で、やったんだけど、うん、その、なんか全然面白くない。で、明らかにもう4分ぐらい やってて、え？ 2 分じゃないですか？何やってんのって言ったら、うんうん、いや、まだ一回も、すいません、練習しなくて。いや、明日でしょって言ったら、明日の朝やろうと思ってたんで、そんな急に振らないでくださいよって、こっちが悪いみたいな。いや、そんな明日だから、前日で、全くない。甘くないみたいな、とこで、うん、それでコンビ名はって言ったら、同級生おじさんっていう、うん、同い年なんだって。で、コンビ名で行くんだけど、それをずっとインタケが、学校が違うんで同年代で行きたいんですけど。僕は
なんか、ちょっと、細かいところなんですけど、学校一緒だと思われるの嫌だ。思われるの嫌だよ。同年代で、同年代行きたいんですで。ずっと言ってんの。いや、別にそんなに気になるね。大丈夫ですか同級生って思われるの、なんかあれかなと思いまして、触れないのもあれかなと思って、同年代がいいかなと思って。そこなんです。同級生でね、いいですね。とこで、まあ始まって、それで、まあ、最後、その、菅野智之、伝説四王戦、炎の七番勝負もやったんだけど、その、なんか、ハガちゃんが、その七番勝負の項目を考えてきてて。何で対決するか。何対決するか。それ、ちょっと本当はずるいじゃん。まあ、自分の有利なやつをね、選んでたら。そう。伝説四王戦は、だって、聞いてないわけよ。だけど、その、ハガちゃんは、俺に、なんか、送ってるから、もうその、俺が了解しましたって返してるから、もうそれを、オフィシャルで、俺が厳選し応戦にも送ってるって思っちゃってたみたいなのね。どういう内容なの、7番勝負。それで、なんかその、変顔、一発ギャグ、30秒トーク対決。で、これ4つ目が意味わかんないんだけど、苦悩。え何ですか意味わかんない。苦悩。送られてない、その、苦悩。苦悩、はい、苦悩で、苦しめ悩むの苦悩。苦悩、うん。で、5番目が、笑ったら負け、アップップ。これ変顔とどう違うのかわかんない。で、あと、6秒目が最高なのが、この1年の仕事の量対決。絶対好きだな。絶対好きですね。工場以外で。うわ好きだっすね。負けないようなさ、ラインナップにしてきてんだ、あいつ。絶対。で、7番目が意味わかんないのが、抱負って書いてあるの。対決でも何でもない。何豊富って書いてある。意味がわかんないんだよ。プロ野球選手名鑑じゃん。最後、年俸とかこの1年の仕事、豊富実績、好きな最後豊富。愛車とかと変わんないから、ね。7項目。だけどもう時間が押してたから、もうこれ全部できないから、つって、だからとりあえず変顔するとかっていろいろやらせてたの。で、変顔とかやらせたり、アップップとかやらせたんだけど、その、じゃあ30秒トーク対決っていうのを、まあやって、それで、厳選地方選の30秒トーク対決は、結構面白かったね。昔その、働いていた、なんかお店で、その役職の名前が、なんかいろんな、なんか役職があって、スーパーバイザーとか、SV とかいろいろあるんだよ。それに ED っていう役職の人がいたんだけど、その ED の役職の人はずっと立たされてる役職だったっていう、見事な、見事なお茶だったの。それでもう面白いじゃんみたいな。だから、母ちゃんがさ、この、アドリブでこんな30秒で面白いこと言うと思ってないから焦っちゃって、母ちゃんが。それで、母ちゃんじゃ、それで母ちゃんですって言ったら、なんか、ハガちゃんの中で、なんか、昔から聞いたことあるのが、パンサー尾形と同期なの。で、パンサー尾形の名前を出すと、みんなが食いつくって思ってるのね、ハガちゃん。NSC 時代。で、なんか尾形くんと、なんかいろいろ喧嘩したりする仲だったらしいのね。で、俺は聞いたのは、なんか、尾形くんにそそのかされたかなんかわかんないんだけど、ちょっと忘れない。熊と戦って、熊にこう、なんか攻撃されたことがあるみたいなことを、なんか聞いたことがある。多分その話を多分したかったと思う。だけど、どう考えても30秒で、無理じゃない。ちょっとそうだね。無理すぎんだよ、30秒。自分で考えてきてんだよ、しかも。ね、30秒トーク対決って項目を考えたのが、そう、ハガちゃんだもんね。で、なんかちゃんと時計とかをここに置いてやったから、多分そういうのも焦っちゃったんだろうね。で、ハガちゃんお願いしましたら、僕はパンサーの尾形と、まあ、同期なんですねって言った時にそんな反応ないじゃん。まあね。で、その時点でなんか、うおーとかなると思ってたらしいの。それで、別に、はぁ、みたいな。それちょっと狂っちゃって。で、それで、尾形と同期なんですよ。それで、すごく仲良くて、で、お金なら返してもらえませんお金まだ返してもらえません無理やり終わっちゃった。熊の話、熊の話じゃなくて。お金を貸したまま返してもらわせ。シーンだよ。マジ意味わかんなくて、それ。自分で考えたのに。30秒対決。シーンで。で、もう、105人いたんだけど、最後、お客さん手挙げてもらうんだけど、面白かった。拍手が。1対104で、
厳選しませんの勝利でした。圧勝。圧勝。圧勝。それで、まあ一回こう、終わって、うん、で、ここからが特別ゲストです。うん、つって、まあ、有田さんって言って、うんうんうん、まあ、オチとしては、うん、うちの近所に住む、うん、有田さん、うん、僕の仲のいい、その近所のおじさんなんですけど、うんうんその、まあ、クリームシチューの有田さんっぽい、こう、振りでね、うん、やりたいじゃないですか、一応、その、なんとなく、こう、分かってても。うん、それで、なんとなく、こう、本番ね、うん、いや、皆さん、最後、なんとこの、有田さんが来るんですよ、とかって言って、うん、それで、まあ、こっちのイメージはね、うんまあ、皆さんも、ね、有田さんって、分かりました、あの有田さんですよ。うん、では、有田さんですって言って、うんあの、近所の有田さんっていうイメージだったんだけど、うん、やっぱ有田さんも素人の人だから、うん、だから誰が来ると思いますか有田さんが来るんですよって瞬間に来ちゃって。ああ。あ、どうも有田さん、有田さん、ちょっと。途中フリーの途中で。あ、そうそうそう。出るタイミングがね。まあ、それはしょうがないな。初めてだ。舞台に立つのが初めてだもん、そんなね。それで、すごいですね。有田さんが、なんか、超でっかい模造紙を、なんか持ってきてて、うん、あ、これちょっと、堀江さんと、あの、田原さん、うん、いいですか、これ、ちょっと持ってもらってって言って、うん、なんかもう、二人がさ、横でこうやって模造紙をさ、うん、こうって抱えながら、うんうん、あの、やるんだけど、うん、それに、地下芸人ラジオの第1回から、100回までの、うん、有田さん書いてきたの有田さんの、うん、グラフにして、うん1回目のなんかこう縦軸が再生回数、うん、で横軸が、日にち回数っていうので、うん、1から100までのグラフを書いて、うん、1何回、うん、2何回で全部折れ線で、うん、有田さんがまとめてくれたのそれ、うん、で確かにこう90何回目ぐらいから、うんまあ、漫才協会の若手を使うようになってからどんどんこのグラフが、うん、もう再生回数が減ってるっていう感じで、うん、なんか俺もあんまりそういうのをちゃんと見てなかったんだけど、うん、なんか本当になんか視聴率が下がって終わる番組みたいな感じで、露骨になってんの。それで、第1回はやっぱり一番最初が6万回ぐらい再生数があるんだけど、うん、もう明らかにこう上下があるのね、うん。で、なんか第45回だけが4万回再生で、ぐいーって伸びてんの。うん、で、みんなすげえこれ誰ゲストの時ですか、うん、そしたら、うん、あ私です。え？嘘。有田さん。すごい。それを見せたくて。一番マウント取る人有田さん。厳選しようぜ。菅野智之よりも。有田さん数字持ってんだよね。有田さん数字持ってんだよ。有田さんの回がそんな伸びてたんだ。伸びてた。そうなんだ。そう。すごい面白いですね。最初の頃は誰が一番多かった？最初の頃は。うん一人でやってたから。ああ、そうなんだ。もう6万回とか、あと M1 の振り返りとかも力字でやってたから、その時とかは10万回とか、なんかそういうの言ってたんだけど、まあゲストを呼ぶようになって、こう、本当に徐々にこう、まあ下がっていって、一番低いやつも聞きたいじゃん。あ、ちょっと言いづらいんですけど、コンパス長島さんの回です。聞きたくなかったです。よかった。欠席裁判じゃなくて。いたからね。いたから。ねえ。まあ本当にありがとうございました。ちょっとこの話ばっか。ね、もう今日、なっちゃうんだね、これでね。うんうん、はい。ということでね。うん、まあじゃあ今週もそろそろ行きましょうか。はい。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
改めましてこんにちは、ナイツの土屋伸之です。はい、金田伸之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。さあ、この後1時台のニュースター発掘しましょうは特別編です。うん、我々3人がリスナーの皆さんに紹介したいゲストを呼んで一緒にトークをしていこうということで、うん、はい、今日は花田さんおすすめのフォークチョップの2人が登場。漫才協会、はい、うん、そして2時台はゲストショー、今日は西岡澄子さんがいらっしゃいます。はい、そんな中メールテーマを発表しましょう。今日募集するテーマはこちら。これ何ランキングクイズ。はい、先週の放送でなっちゃんが一緒にツーリングしたい女性有名人ランキングで8位にランクインし、そこからこれは何のランキングなのかというクイズでちょっと盛り上がりました。今日はリスナーの皆さんにオリジナルのランキングを考えていただき、何のランキングなのか当ててみようと思います。ちなみに先週送られてきたもので、1位ナンバーアイ平野翔さん、2位ストーンズ松村北斗さん、3位井浦新さんで、8位がナイツ土屋。こちらの答えはメガネ男子といえばランキングでした。今日は芸能人に限らず様々なジャンルのランキングお待ちしております。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしてます。あじさきなっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。日本放送ラジオリビングおすすめ、山形牛の切り落とし特別増量。通常 1.6 キロのところ 400g 増量の合計2キロで税込みジャスト1万円。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら。天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。繰り返してくれる？ 157-999。はい。おかげさまで開局70周年。笑顔になあれ、日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは桶川北本インターに大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで6キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りが王子北に落下物があるため、江北ジャンクションを過ぎて川口線上りの足立エリアまで渋滞しています。一般道路は千葉県の県道千葉大網線が千葉市緑区大木戸町で事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの庭でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。来年デビュー35周年を迎えるビギンが
15年ぶりとなる日本武道館公演を開催決定。ビギン35周年記念公演サニシャンサンゴショー、2025年3月30日日曜日、日本武道館。詳しくは特設ホームページをチェック。一軍光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている20分番組、伊集院光の種。我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ナイツ、The Radio Show。さあ、この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。有名無名問わず、いろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。今週はニュースター発掘しましょう特別編。我々がリスナーの皆さんにもっと知ってほしいゲストをお招きして深掘りしていきます。本日のゲストは、花輪さんおすすめ、漫才協会所属のポークチョップのお二人です。まずはネタを披露していただきましょう。どうぞ。はい、どうもー。どうもー、ポークチョップです。よろしくお願いしまーす。はい、僕がね、喋、はい、ってる方がポークチョップのしのぎって言います。で、僕が関です。お願いしまーす。で、はい、こちらの関くんなんですけどもね。そうなんですよ。就職しまして、はい、介護士として働いてるんですよね。そうなんですよね。まあ、3年目にしてエリアリーダーで部下50人います。ああ、そうですね。その点僕は暇なんでね、YouTube 始めましてね、はい、この3年で登録者50人超えました。やめちまえよ、お前。誰も見てねえじゃねえか、50人って。なんでだよ、お前。だいたいお前、ポークチョップチャンネルのにお前出てねえのおかしいんだよ。いや、メリットないから。メリットないとか言うな。はいはい、だいたいお前が就職して忙しすぎるから、うん、コンビとして成り立ってねえんだよ、お前。月2回は顔合わせてねえじゃねえか。いや、漫才協会入ってるから月5回は会ってますから。あんなんカウントすんなよ。あんなんとか言うな、ここで。漫才協会なんて年間費1万円払って漫才し放題のただのサブスクなんだから。言い方悪いな、おい。そういうこと言うな、お前。そうだろうが、そんな、あんなの。いや、でもね、じゃ、師匠のネタを見て勉強とかできてますから。あんなんずっと同じネタだろうが。言うな、お前。受けるとこも滑るとこも同じネタ。滑るとこはせめて変えろよ、お前。伝統芸なんだよ、それが。じゃあ、挨拶しに行ったらさ、いや、最近の奴ら若い奴らばっかで顔が覚えらんねえや、ガハハ、つって。こっちだって覚えらんねえ、ジジイどもが。ジジイとか言うな、お前。すげえ。グーで殴んな、ラジオでわかんねえんだから。いやいや、本当に介護士か、てめえ。いや、介護士だよ。だから地下なんだよ。師匠のことをね、ジジイとか言っちゃダメなの。ジジイだろうが、お前。利用者様って呼べよ。お前のが失礼なんだよ。そんなことねえ。なんでちょっと顧客にしようとしてんだ、バカタレが、お前。もうグーで殴る。お前ダメなんだよ、だから。ダメってなんだ、おい。お前、地下芸人ラジオも気になって見てみたら一番再生回数少なかったぞ。いや、3000回って、お前。圧倒的に少ねえじゃねえか。言うな、言うな、そういうこと。ほんで漫才協会の漫才新人大賞なんてよ、お前。俺ら芸歴18年が一番下っ端じゃねえか、お前。いいじゃん。20年、30年選手ばっかで。ザ・サードか。何だそれ、お前。ザ・セカンドダメだった人たちが出んのか、あれ、お前。そんなことないけど。で、楽屋行ったらさ、腰が痛えとか肩が上がんねえとか、そんな話ばっかじゃねえか、ジジイどもが。いや、いいじゃん。要介護2ってことでしょ。だから顧客にしようとすんなっつってんだ、バカタレが。お前のせいで、全然できなかったよ。何が？ちょっと終わるみたいな感じにしたけど、お前のせいで全然できなかったよ。何が？お前のせいで全然できなかったよ。だから何がだよ。ファミレスの店員やりたいとかじゃなくて、お前のせいで全然できなかったよ。何ができなかったんだよ。お前のせいで全然できなかったよ。だから何がだよ。どうもありがとうございました。何なんだよ。あの、好きなだけです。好きなだけ。好きなもの詰め込んでいただいたね。いや、もう、見ていただきたい。でも、あの、ね、力強いも喋ったけど、しのぎはこれ慣れてるんだよね。あ、そうです。だから本当は弾かなくていいんでしょ、俺たちは。まあ、ちょっとラジオでは伝わらないけど、すごい音したと思うんだけど。ほぼグーで殴られてる。何ペよ。初見はさ、初見は弾くって。どういう仕組みなの？そんな、その後、さ、何にも来ない、痛がる素振りないじゃない。そうですね。で、それをやっちゃうとなんか、ぐちゃぐちゃってなっちゃうんで、もうなんか、痛えよとか、ぐーってやめろよみたいなこと言っても、はい、だんだんお客さんが離れてくるの分かるんで、うん、もう、止まんない、やめろって言っても止まんないで無視してます。でも、何も慣れたよ。よくないんだよ、だから。いいよ。慣れたもんですよ、もう、なんか。はい、俺が言うんだよ。介護の振りであの、殴るのはもうやめて。いや、でも、介
は別で本当ちゃんとやってるんですよ。ちゃんとやってるんで。そこだけちょっと誤解ないようにしたい。だから運転もものすごくうまいもんね。この前乗せてもらったけど。車とか乗せたりね。はい、でもそういうのもいろいろやったりすんごいなんかもう何万キロ走ってるぐらい車ってそうなんだ、うん、そうですやってんだよね今ねやらせてもらってだからしのぎはゲームとかゲーム実況とかゲーム実況とか、はい、やってますね、はい、やってるということですけど、ね、漫才協会入って何年ぐらいですか、はい、4年ぐらいですあもう4年じゃあもうちょっとコロナぐらいの時に入っていって、はいはいもう馴染んだもうだいぶそうっすね。だいぶ馴染ませていただいて。もう、手伝いずっとやってるんですけども、うん、もう手伝いもそろそろ終わるんじゃないかと。終わるぐらいの。そうですね。とかでもね。はい。そうですね。僕、カンディさんと飲み行ったりとかしたんですけど、うん、カンディさんと。カンディさんと。おじいちゃんでね。おじいちゃんね。カンディ中野さんと。カンディ中野さんと。はい。新入りで。そうですね。同期になるから。同期じゃないほぼ、はい。ほぼ同期。ほぼ同期で。はい。どういうこと？いや、なんかちゃんと滑ったなと思って、そのなんか、知らない、なんか、はい、ちゃんと、なんか知らない名前言うボケみたいだったんですけど、ちゃんと滑ったんで、なかったなんか、あんのかと思ったら。変だよね。そうですね。昨日もなんか、ズームに入れないかったんでしょ？そう、なんか、その、席と、今度11月14日に会合トークライブをするんですよ。で、マッハスピード豪速球とかもいるんですけど、で、昨日打ち合わせがあるって言って、その、ズーム、でみんな会議するじゃないですか、うんうん、で席が一向に入ってこなくて、うん、どうしたって言ったらいやちょっと今なんか入れないです入れないですを1時間ぐらい繰り返してて、うん、もう結局参加しないで終わったんですよねそうですそうです、はい、いやいや部下50人これを部下50人の怖いし何でいや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 なんかなんでと思ってえ部下50人いてズーム入れないやつ何、うん、いやでも会社のはあの、うん、パソコンで入れるようにも設定いろいろ設定はしてるんですけど、うんうんうんいや携帯だったんですよ昨日は、うんうん、でなんか入れないなと思ったんですけど、うん、ID の、うん、番号ずっと間違えてて、うん、でそれで入れなくて、うんうん、ID え別に本当はクリックするだけで入れるミーティングコードみたいなやつ、ね、あそう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 でもその、はい、フリーだから全然あれクリックすれば入れたよえそうなんですかうん。いや、だから、その、よくわかんなくて。なんか、やんなっちゃった。途中でやんなっちゃった。でも、なんでもない、本当に。やばいじゃん。カンディ、やんなっちゃった。そう、さっき言ったカンディさんもやばいから、カンディと一緒だからね、やばさ。カンディと一緒だから。口が悪いんだよ。申し訳ないです。申し訳ないです。いや、でも本当にそう、そういうところあるんですよ。そういうところはちょっとあったりするんですけどね。でも、ちゃんとやってますから、ちょっとね。ちゃんとやってます、ちゃんと。でも、ちゃんとしてるんですよ。漫才協会の師匠とかも、そういうふうに目で見ちゃうのその、働いてると。あ、もうちょっと。介護必要だな、この方は。まあ、そうですね、師匠とか。やっぱ階段、楽屋の5段ぐらいの階段があるんですけど、あそことかもやっぱ登りづらそうにしてるんで、で、手伝いたいって思うんですけど、やっぱりこう、深い話なんですけど、手伝いすぎるのも良くないんですよね、介護っていうのは。ああ、なるほど。やっぱ自分でなるべくやってもらって、ないとダメっていうのあるんで、いつももどかしい気持ちで見てますね。バリアフリーみたいにもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていう提案はできるよね。投与感をもうちょっとこういうふうに。そうですね。まあ、ただ、その、楽にするのもするであんま良くないんですよ。ああ、そっかそっか。その、筋力が低下とか。そうです、そうです。だから、いつももじもじしながら、で、手伝っちゃう若手とかやっぱいるじゃないですか。いや、違うんだよなって、もっとこう、自立支援というかね、それをしてあげた方がいいのになって思いながら、いつも漫才してますね。いつも滑ってる時に何か手伝ってあげようかなと思って。そっちの手伝いできるな。そっちの手伝いできる。それも名前出しちゃダメなの。名前出しちゃダメなの。筋力落ちるから。筋力お笑い。マジで。ネタの方向でしょ、漫才協会なんか、しのぎなんかね。そうですね。はい。はい、方向です。だから、花輪さんとかが、師匠たちのことエピソードを、結構、際どいエピソードとか言うじゃないですか。だからそっちばっかなんで、僕は若手の方の結構、際どい人をどんどん紹介してやろうっていうスタンスだったんですけど、その、ちょっと変な人たちの若手がどんどん辞めていくんで、どんどん説明、言えなくなっちゃってるんですよね。はい。変な人辞めちゃうんだよね。そうです、薄倉屋とか。結構長くいたけどね、薄倉屋も。20年前に漫才協会入ったから、師匠がいっぱいいたんですよ。だからそういう師匠のいじるネタをいっぱい作ったんだけど、今逆に師匠がいなくて若手がいっぱいいるでしょ？若手をいじるとさ、なんか、若い子ってさ、なんか洒落通じなくて SNS とかでさ、なんか何されるか分かんないからさ、なんかちょっと分かるでしょ？そう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 。なんか難しいんだよね。言っちゃう人がいますね。はいはい。数少ない、こうね、師匠とかで行くのかどうかっていうのもね。そうですね。難しいよね。はい。そうなんですよ。はい。まあだからやっぱりこうね、僕はなんだろう、こう、
あの、笑っちゃうっていうのがやっぱ一番好きなんで、勢いもあるし。うん、ああ、ありがとうございます。それも漫才協会の新人大賞でいつも惜しいとこまで行くじゃない、うんうん、はい、笑いの量はすごい取るじゃん。ああ、ありがとうございます。だけど、はい、あの、とにかく結城六さんが自虐嫌いだから。絶対入賞できないもん。審査員にね、結城六さんがいるから。結城六さんがいる限り入賞できない。自虐とかやめた方がいいって言われますもんね。それもはっきりしたもんな、最初に。そうですね、はい。自虐やめた方がいい。そう、総括の時に。自虐やってきちゃダメですよ。そうなんだ。はい、結構厳しいんだよね。そうですね。でもネタの作り方としては、こういう作り方以外のネタを作っても来てたでしょ、昔は。初めからそんな自虐じゃないでしょ。ね、芸風は満挙入っても特に変わらないの、ずっとこういう感じで。そうっすね。そうですね。ネタっぽいネタやってるとなんか全然ウケないんで、うん、もうエピソ、もう自分の人間性で行くしかないなと思って。はい、だからそれでやってるんですけども。漫才、はい、漫才コントとかあんまよくわかんなくて。漫才コントのイメージないね。いや、なんかその。やったことあんの？あ、一応昔やったんですよ。うん、その、だから、そのカランカランってドア開けるやつとか、うんうんうん、やるじゃないですか、うんうん、もうそれがなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。ああ、マイムがね。そう、ど、ああ、わかるわかる。で、なんか自動ドアの方がいいんじゃないかとか、うん、いやいや、手動の方がいいとか、わけわかんない喧嘩。どうでもいい。そう、どうでもいい、その、わけのわかんない喧嘩。ここまで、困ったのが、コントじゃないから、今だったらわかんない。なんとなく適当でいいと思うんだけど、そこがなんかこだわっちゃうんですよ。なるほど。アンタッチャブルさん、こっちだからこうだろうとか、よくわかんない喧嘩ばっかりこうしてたりとか。そうですね。向いてないっていうのなっちゃんもじゃあ昔から知ってるわけでもサンミュージックいやそうですねポークチョップが入ってきたのって、ね、あのセミナー、うん、サンミュージックのセミナー養成所ですね東京ショービズっていうのがそうだそうだ、はい、それはブッチャーブラブッチャーさんとかやるやつあそうそうそうやってたやつなんでえでも自分が21ぐらいの時だから、うん、えでもえどんぐらい17、18年そうだよね20年ぐらいあった時はねそうですね一緒でしたね。なんか認定漫才師とかにね、なって。あザ漫才の。ザ漫才のね。ラッキーで、はい。そうなんですよ。その時はもう、ガーって感じだったでしょもう10年以上前か。そうですね。はい。はい。ね。あの時は無敵だと思いましたけど。はい、無敵だと思った無敵だと思いました。ザ漫才の。ザ漫才の、はい。認定漫才師。その時はどういうネタやってたのあの、ひたすらビンタするっていう。ただひたすらビンタするまだビンタだったそうですまだビンタでした、はい、グーにはなってないグーにはなってないですグーだと多分認定されなかったか、ね、そうかもしれないですね、はい、ビンタだからよかった、はい、ビンタされる方でしょはいされる方です、はい、全然痛くないのと痛くないですはいそれもう、ね、特別なやっぱもう訓練を受けてるというかもうやっぱりもうプロだから受けのプロだねそうですね全然痛くはなかったんですけど、うん、左頬だけちょっと筋肉ついてあのシュッとするっていうことがありましたけどスリムになるんだスリムになるんですよ叩かれすぎるとそうそうそう、ね、こっちだけスリムになるっていうのがあったんですよ女子プロ役でさ、極悪女王。極悪女王。女子プロに迷惑もないじゃん。あ、そうですね。はい。よく言われたりします。悪役同盟、ね、極悪同盟いそうだもん、極悪同盟に、はい。クラッシュギャルズみたいな。極悪チョップもなんかプロレスラーみたいな名前だしね。あ、そうですね。あそうですね。いいっすね。はい、それなんかいいっすね。ちょっとキャラで、はい。やっちゃいっすね。そうですね。キャラでやったりじゃん。エルビス・プレスリーから入っていや、それがわかんないです。まず、あの、花輪さんともう、2、3人しか言ってないです。あの、晩年のエルビス・プレスリーの顔だって。あの、ドーナツ食べすぎて、あの、晩年のエルビス・プレスリーの顔だって言ってるのは、はい。聞いてないです。花輪さんと、あの、完熟フィレスの池田ゴナクレイジーさんって言ってない。なんで一緒にすんだよ。あんなやべえやつ、一緒にすんだよ。あんなやべえやつって言う言わないでください。あんなやべえやつ。ちょっと話題になりました。ちょっと話題になった。はい。はいそあそこら辺の匂い好きでしょやっぱ池田コナクレイジーさん。そうですね。はいはい。ちょっとつい、ね、最近の X 見てちょっとざわっとしました。一回戦、一回戦終わった後、はい、はい。審査員どうなってんだみたいなことを言って。すごいもんにやっぱ引っかかってくるんだ。ちょっとはいはい。薄倉屋とか、はいはい、やっぱり池田コナクレイジーとか。師匠以外の。同じ事務所だったんで、あの、ロックンロールコメディーショーっていう名前の池田さんだけ僕ら同じ事務所。その時からちょっとあの、ざわざわっとする感じがありました。その頃からでもロックンロールコメディーショーがもう、すごい買ったみたいな話をしてたよ、池田さんも。もうすごい。あ、人気が。人気が。うん。ネクストブレイク間違いなし。ちょっと嘘ロックンロールコメディショー。ロックンロールコメディショー。そうですね。え？すごい買ったの？え？え？よっ。よっ。いや、まあ、アングラー、三大アングラーって言って、三大アングラーって言われたんでしょ？そう、虹の黄昏っていう人と、うん、あと SM の、コントする魔族っていう人と、ロックンロールコメディーショーっていう、三大アングラーっつって、並びなんだ。そう、それで、ライブやってたんですけど、お客さんに二人とかしかいなかった。
さん。あのさんちょっと嘘を言ってたの。順番で喧嘩するって。いや俺虹の黄昏の後かよ、やだよ。いや俺魔族の後かよ、やだよ。ロックンロールコミッションの後かよ、やだよって全員喧嘩して。いやその3組しかいないんだからみんなやだよ。全員やだよ。そうやりづらいって言ってましたけど。やんなきゃいいんすね。やんなきゃいいんすけど。やんなきゃいいんすけど。アングラー、三大アングラー。まさかの池田こんなクレイジーの話で終わりましたけど、お時間でございます。お知らせありますか、フォークショップから。10月8日に東京鉄工所というユニットライブがあったんですけど、コロナで一旦やめてたんですけど、今回復活するということになりまして、だからもし、センカービーチ部というところでやるんで、もしよかったら来ていただけたらな。ソニー以外でも借り入れできるんだ。あ、ソニーの人が一人いるんで、その人が、はい、なるほど、はい、センカーね、はい、そうです。あと11月14日に怪盗芸人のトークライブ、はい、あそれはもうぜひ、はい、阿佐ヶ谷ロフトの方でやるので、ね、そうだ、楽しいね、これね。そうですね、真面目な話を、はい、真面目に楽しく楽しく、はい、ズーム出れなかったけど大丈夫なの、打ち合わせは分かってるよね、できる内容なんとなくは、はい、多分、まあ、介護の話すればいいんですもんね。いや、でも、そう、その全てが話なんだから、冷たいんだから。いや、もう一回やるから ね、もう一回やるからね。あ、ほんと、じゃあズーム勉強してきます、そのまま、ね、はい、ということで、この時間のゲストはポークチョップのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時、注射器の使い回しがありました。その際、血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。ここで、給付金を受け取った方からの感想をご紹介します。私たち、姉妹の記憶で昔、亡くなった父が B 型肝炎が何とか言っていた記憶があって、一か八かしてみるだけしてみようと思ったのですが、今思うと、依頼して本当に良かったなと思います。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。ここで感謝の創立55周年、
神奈川の警備会社 KSP からのお知らせです。いつも支えてくださる皆様のおかげで KSP は今年創立55周年を迎えることができました。施設の警備を中心に神奈川県のさまざまな場所で今日も KSP のスタッフが安全と安心を守っております。そんな警備のプロフェッショナル集団 KSP はさらなる警備のプロとなる人材を募集しております。未経験でも大丈夫です。経験豊富な先輩スタッフが一からサポートいたします。詳しい情報はホームページや公式 X で KSP と検索してみてください。みなとみらいの写真が目印です。皆様のご応募お待ちしております。以上 KSP からのお知らせ、横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日はね、はい、なんかいろんなランキングをねこうやるんですけどね、田中さんの例えば好きな俳優ランキング第1位とかね、俳優、あ、うん、はい、なんかそういうのっています？はいそうですね、最近はやっぱり、うんうん、ね、坂口健二さんになっちゃったんですけど、ああ、坂口健二さんかっこいい、確かにかっこいいですよ、渋くてね、はい、やっぱり1位ですね。坂口誠二さん、第2位が坂口誠二さんお父さんね、ということになるってことですかね、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。劇団 SET 創立45周年記念日本競争時代令和ジャパンはびっくり仰天有頂天、10月17日から池袋のサンシャイン劇場で上演します。チケット絶賛発売中、お問い合わせはチケットスペース03-3234-9999。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。石川県能登地方の記録的豪雨による被害が相次いだ石川県輪島市で今日新たに1人が見つかり死亡が確認されました。これで今回の豪雨による死者は9人になりました。豪雨で複数の住宅が流された輪島市普手川町の塚田川流域では今日消防や警察、それに自衛隊が捜索に当たりました。そして午前9時過ぎに土砂に埋まった高齢とみられる女性1人を見つけ、現場で死亡を確認しました。石川県や消防によりますと、依然として行方がわからない人は2人で、安否不明者は6人となっています。被災地では懸命な捜索が続けられていますが、岸田総理大臣は総理官邸で、今回の被災が能登半島地震からの復旧復興の途上である点を踏まえ、被災者に寄り添い緊張感を持って対応するよう関係各所に指示をしたということです。次です。林官房長官は今日の記者会見で、中国広東省深センで男子児童が刺殺された事件に関し、安全確保の早期実現を中国側に求める考えを示しました。この中で林官房長官は、在留日本人、とりわけ子どもの安全確保の具体的措置が早急に実現されるよう中国側に強く求めていくと述べました。顧客の事業者に必要のないソフトウェアを抱き合わせて購入させていたとして、公正取引委員会は今日、独占禁止法違反の不公正な取引方法の疑いで、アメリカのソフト開発会社 VM ウェアの日本法人を立ち入り検査しました。関係者によりますと、 VM ウェアは今年1月から3月頃、サーバーを効率的に利用できるようにする仮想化ソフトに関するライセンス取引の条件を取引業者に対し一方的に変更した疑いがあります。 VM ウェアは仮想化ソフト開発の先駆けで圧倒的なシェアを持っているということです。おしまいに、人気アニメポケットモンスターの希少なトレーディングカードが24日アメリカ・ニューヨークで競売にかけられ、36万ドル日本円にしておよそ5160万円で落札されました。
主催したサザビーズは公式に流通した同じカードは合わせて39枚だけだとしています。落札されたのは筆を持ったピカチュウが描かれたポケモンイラストレーターのカードで、1998年に発売された漫画雑誌コロコロコミックのイラスト大会で優秀作品の応募者39人に贈られたものだということです。今回のカードにはポケモンカードの共同制作者のサインが入っていました。この時間のニュースは以上です。後藤デスクでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は自動ドアのナブコシステム、久光製薬、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。さあ、メールをねいただいております、はい、ラジオネームお母さんのパソコンさんです、うん、花さん昨日お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日お邪魔したものです、うんうんうん、個人的に覚えているのは菅野さんの水泳あるあると、源泉さんの声が思ったよりでかくてドキッとしたことです。源泉が、まあ、源泉とにかくのかっかっちゃってましたよね、本当にね。かかってた、あのチョイスがものすごくでかかったですね。あ、そう、うん、声がでかかった。で、笑ったのがその源泉四方線の、うん、源泉四方線っていう時の動きを、うん、なんか あれだけ一緒に力強いやってるのに、うん、堀江が生で見たのが初めてだったみたい で、うん、で堀江がなんか腹ちぎれるぐらい笑ってて、うん、動き初めて見たっつって、そう、何なんだよこのリアクション。俺が昨日、うん、菅野智之の、うん、水泳あるある、あ、これ水泳あるあるじゃなくて海水浴あるあるの動画を、うんうん、もうここ何年か見た動画の中で、うん、一番僕は笑った動画なんですよ。でそれをどうしても皆さんに、うん、この教えたくて、動画っていうのは、はい、菅野智之が1日1個、うん、ショートの動画をですね、うん、これ上げているんですけども、うん、そのなんかあるあるを上げてるんですよ、うん、なんか秋あるあるとか、うん、おじさんあるあるとか、うん、その中に海水浴あるあるっていうのがありまして、うん、でこれをなんか自分で、うん、編集をしているんですね、うん、彼が、うん、でその自分で編集しているからなんか音がなんかこう音のあれを編集の音が難しいみたいで、うん、それかもうめっちゃおもろいんで、ちょっと聞いてもらっていいですか、これ、はいはい、ちょっと、あ、音で、マイクに流しますね、これ YouTube を。いきます。海水浴あるある、調子に乗って日焼けをしすぎて夜お風呂に入るのがなんで夜、ね、日焼けしすぎてね、なんでちょっと編集して、ちょっと音の前もね、入れる音とかっていうのは、うん、編集で入れてる音なんだ。編集で自分で、うんうん、入れたんですけど、一番大事なとこになんでもう一回聞きましょう。なんでそれ直せない、もうこれ腹ちぎれるぐらい笑ったんです。いきます、うん、海水浴あるある、調子に乗って日焼けをしすぎて夜お風呂に入るのが夜ね、日焼けしすぎてね、本当お風呂に入るのは痛いですから気をつけましょう、気をつけましょうで終わって、海水浴なんで直さないのそれ、自分で編集して、編集して OK だから流してるんだよね。あんまりわけよくない、なんかずっとハイみたいな感じだったな。ハイじゃなくない、これおかしくないっつって、あ、でも初めて言われます。あれ面白いし。昨日ね、それを紹介したってことなの、ライブで。あ、それも紹介した、うん、まあその言ったやつも忘れちゃったけどね、その何だったか、何だったの、日焼けの時、うん、お風呂の時ヒリヒリして痛いみたいな、なんかそういうやつだったの。テレレテレですか。夫が残した古いカメラどうしよう、その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。
出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。JA 茨城朝日村のトマト、温暖な気候と水はけの良い土が美味しいトマトを作ります。愛情込めて育てました。今が食べ頃ですよ。茨城朝日村のトマト選んでください。生産者の皆さんもおすすめ、トマトは JA 茨城朝日村。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信行です。はい、花信行です。メイプル超合金の安藤夏です。さあ、ここでお天気をお伝えしましょう。なっちゃん、お願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 21.0 度、湿度 87%。 今日の東京地方は曇り、午後も関東地方は雲が広がりやすいでしょう。沿岸部を中心に雨が降り、雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。最高気温は昨日と同じくらいで25度前後のところが多いでしょう。ひんやりとした北風が吹くため肌寒く感じられるかもしれません。以上、2時の天気をお伝えしました。はい、ありがとうございます。でも今外雨ね、え、もう今日も降ってますね。バイクで来てしまった。あ、バイクで来たの？はい、これは大変ですね。はい、本当に気をつけて帰ります。さっきのやつね、ちょっとツボに入っちゃって、ちょっともうあのあれ以外は全然面白くないから、一回それで探したほうがいい。あの睡眠あるあるを、じゃあ睡眠ある、あるある。寝なすぎても眠いし、寝すぎても眠い、あるある。こういうことをやりたいんだよね。そうね、だからデレレデってね、今日もそこのタイミングで流したかった。あぶねえ。あー、本当におっかねー。あの、だってもう音入ってない状態で2回聞かされてますからね、自分。本当にもう天気読めないですよ、そんな。ちょっと途中2回ぐらいやばかったです、天気ね。もうやめてください。ダメですって。エミー賞とか取れないかな。いや、取れるか。将軍がね、将軍取ったら一貫とかね。さあ、今日はね、テーマメール、はい、なんか勝手にランキング、ランキングクイズか、ランキングクイズやりましょう。ラジオネーム、嬉し涙じゃじゃ丸さんです、うん、これ何ランキングクイズ、はい、1位鶏肉、2位トウモロコシ、3位ニラ、4位ゴマ、何でしょう。いや、揚げ物ランキング、トウモロコシが入ると分かんなくなっちゃうな。ニラ分かんなくないですか。あ、なんか鍋かなと思ったんだよね、鶏肉とか。あ、トウモロコシ、まあ、美味しいとかのランキングじゃないです、これは。え、あ、じゃあもうどこかで取れる、でも産地北海道以外の鶏肉、鶏肉、トウモロコシ、いろんな形態があるからな。でもまあ、そっか、鶏肉が多いのか、まあ、トウモロコシ、ニラは分かりやすい。何県の消費ランキング。ああ、いや違いますね。ん、食べた後どうなるか、まあ、分かった分かった、爪楊枝使うランキングか。ああ、まあそうだね、正解だね。答え、歯に詰まりやすい食べ物ランキング。なるほどね。鶏肉、トウモロコシ、ニラ。鶏肉、まあ、鶏肉が1位なんだ、まあ、肉だよね、肉がまあ多いけど、赤身肉じゃないですか。赤身肉は筋がある肉だよね。そう、赤身、まあ、でもやっぱ鶏が一番筋が多いんじゃない。ささみとごまかな、俺は。ごまね。青のり、青のり何なんだろうか。青のりはくっつくじゃない、歯に詰まるというよりは。細け。
あとな、えのきとかね。ああ、えのき類、ね、入ると分かりやすいかもしれない。きのこ類ですね。そうだね。はい。確かに。いいね。うまいんだよね、今。えのき後で食べるとか、熟成されて。いやいや、もう、きちいな。熟成するつもりはないけど。あ、いきますね、じゃあ。はい、サキイカおいしいさん、これは何のランキングでしょうか、はい、1位エビ、2位カニカマ、3位鶏肉、4位バニラアイス、5位が納豆ですね。あいつ分かんなくない、うん、あマジで分かんない、何それ。バニラアイス納豆、うん、バニラアイス納豆で1位エビでカニカマ、エビカニカマなんか似たような感じですね。ねえ、なるほどね。何かが合うっていうことですよね。あえ違う、何かに合わせる、うん、まあそうだね。え、うん、でも合わせる、まあ、エビとかは多分まあもちろん王道って感じはしますけども、他は、うん、あなるほど、天ぷら、あいや天ぷらではないですけど、まあね、めちゃヒントはもうなっちゃんだ。なっちゃん、え、ま、巻いたら美味しいやつ。何でな、ライスペーパーで、まあ、うーん、生春巻き、生春巻き、ライスペーパー、生春巻きです、うん、正解は、生春巻きの具材にすると美味しいものランキングです。バニラアイス、バニラアイスは包んだ後軽く表面に片栗粉をまぶすと雪見大福のようになっておすすめです。納豆は お好みの野菜と包んでポン酢で食べるとお腹にもたまるのでダイエットにもおすすめです。ちょっとな、変則だね、バニラアイスっていうか、あのショートケーキとかケーキ類は巻いてましたけど、いやすごいな、すごいなそれ、はい、ショートケーキ巻いたの？はい、美味しいですよ、もちもち。でもバニラアイス巻いたことなかったの？いや、やってますね。そう、お菓子類とかその出来上がったものでも美味しそうだね。片栗粉は、もうランキング本当なの？そんな4位にバニラアイス入ってる、その人のランキングかな。あ、じゃないですか、うん、あ、そうだよ、オリジナルね。そうか、オリジナルでか、そうだね、うん、あ、そうですね、なるほど。これなのね、美味しい、確かに。やったことないのよ。美味しい。カツ丼、カツ丼包むのも美味しいですね。なっちゃんランキングですよね。出来上がってるもんね。たこ焼きと。CM の後は西岡澄子さん登場です。日本放送。The Radio Show! 相続税の申告を後回ししている方は、0120-400-800、東京税理士会所属、税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。およりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome toゲストショー、 Let's get started。 さあ、2時台最初はザ・ゲストショーということで、本日のゲスト、西岡澄子さんです。あー西岡澄子だよ、よろしくお願いします。いや、変わらないですね。興奮が全然変わらない。変わらない。よかった。もうでももうすぐ50歳ですけど。いやー、すごい、信じらんない。いやいやいや、そんな褒めてくださるんですか。ありがとうございます。西岡澄子だよ。ちょっとバカにしましたよね。ねえ、ちょっとどころじゃないですか。ちょっとやばい人なんですか。せめてちょっとであれよ。あの5月にね、はい、ちょっとなんかね、はい、本当にバッタリあったんでしょ。バッタリというか。有楽町、あ、いや、だから、要するに、この本が出て、はい、ということで、いろいろなんか、お話ね、させていただいて。平野ノラちゃんが、花輪さんに相談したらいいって言ってくれて、うん、はい、はい、で、つてがないって言ったら、ノラちゃんが、うん、花輪さんに連絡してくださって。何の相談を？その、ポンコツ一家の、はい、その、ドラマ化とか、映画化とかの、うん、私、その、知識とかノウハウが全くないから、うん、どうしたらいいんだろうって言って、そしたらノラちゃん、花輪さんがいいんじゃないってなって、僕がそんなあるわけないんですけど、僕も静雄さんの本が出てたっていうのがあって、で、で、そしたら喫茶店で会ってくださって、はい、でも ほとんど私の愚痴でしたよね。なんかそうです、ちょっとすぐね、目の前のそこの喫茶店だったんですけど、はい、ちょっと周り結構気になるぐらい声大きかったです。そうです
でしょ。本当ですか。え、私声大きかったですか。え、嘘。え、嘘。本当ですか。愚痴を愚痴を声大きく。え、私そんなつもりなかったです。そういうもんですけどね。え、まさかの。あとその10時に待ち合わせあったのに、西岡さんから LINE 来たのが7時55分にここですかって来てて、俺もなんかすごい家ってやべえやべえと思ってまだパジャマだったんで。違うんです。私なんか方向音痴だから早めに行ってそのコーヒー飲みながらダラダラしてようと思って、で一応ここですよねっていうことで LINE したら、そうですね、なんか圧力になっちゃったやっぱ先輩です。焦るよね。焦る、大先輩が。それも聞いて、あ、そうだ、私先輩だったと思って。大先輩結構若い時から見ててましたから。でも私はどっちかって言ったら、うん、その皆さんそのテレビで見るから、うん、なんか皆さんの方がちょっと先輩みたいな感じがして、うん、だからあ、先輩だった、私の方がって思った。その時だから西岡さんは、うん、もうそのドラマにしたくて、うん、でそのドラマの脚本とかを、はい、もう本当に三谷幸喜さんとか、うん、工藤官九郎さんとか、うん、そういう人に書いてもらいたいですみたいな話をこうされてたじゃないですか。そうです。あの、なんか、ね、もともと、うん、あの、笑ってほしくて書いた本だから、うん、どっちかって言ったら、やっぱり、その、こう、笑ってもらえるような作品にしてくださる方がいいなと思って、うん、でもそれが私が知識がなさすぎて、うん、ちょっと誰かわかんないっていうのがあったんです。結構、その、なんかそれ、なんか、僕そんなつってはさすがにないので、はいはい、あ、ちょっとそこまで僕そんなに、なんか、これ、そこでパイプ役としては絶対できないんですけど、はい、まあ僕も一応義理のお父さんの本が、はい、まあドラマみたいにね、ちょっと話も来てるから、あれ面白い、面白いですね。っていうことで、なんかいろいろ話聞かせていただいたって感じですね。うんうん、まあそうすると、なんかこう家のね、はい、なんかその話、うん、まあ、この本に書いてある通りで。はい、でも結構なんかもう後半はもう全部愚痴でしたよね。なんか結果をダラ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 聞いていただいたっていう。で、このポンコツ一家というのが、はい、まあ今本当に西岡さんが暮らしてる家族の話、ね、はい、そうです。の2冊目になるんですよ。あ、これがね、2年目っていうのがまた出て、はい、一応、はい、家族構成が、はい、母が認知症で、はい、と姉がダウン症で、はい、父が酔っ払いで、はい、私が一発屋っていうその家族構成で、うん、その毎日そこ並ぶわけですね。しっかり症状みたいになるわけですね。そこはしっかり戻って今4年なんですけど、はいはいはい、その一冊目はその帰ってすぐの時で、今回出るのが2年目っていう感じです。はい。なんかノラちゃんと一緒に講演会みたいにやられたんでしたっけ？なんかトークライブみたいのってなんか。あ、ノラちゃんは、ノラちゃんじゃないか。ノラちゃんでいいと思います。ノラちゃんはどっちかというと、その私が、うん、その一発屋で、うん、どんどん仕事がなくなって終わっていった頃に、ノ、う、ラ、んうん、ちゃんのイベントのバーターでよく、うん、出させてもらったっていう感じ。そういうことなんですね。そうです、そうです。なんか、平野ノラちゃんと愉快な仲間たちみたいな感じになってるイベントで、うん、そう、愉快な仲間たちにしとくと、その誰でもいけるじゃないですか。うん、まあ、そうは言われてないですけど、うん、その中で私もいけたっていう感じです。はい。で、お世話になって。時期もあったんですね。はい、それでこう、LINE 交換させてもらって、はい、そうですそうです。だからもう本当にピンで、はい、いろいろ、もともとはピン芸人で、はい、で、太田プロだったんですね。太田プロですね。最初太田プロで。はい。ノンキースの白川さんのお芝居に一緒に出ましたよね。そう、あれ、覚えててくださって、はい、ありがとうございます。また、またなっちゃんの芸歴が。なんでそんな記憶が、そう、ありがとうございます。20年前ぐらいですね。はい、西岡さんも太田プロの時。太田プロで、はい、ピンでされてましたよね。一緒に幸せポイントってやったんですか。幸せポイントやるだ、すごい、そうです、幸せポイント一緒にやってる。それ一本できたじゃないですか。全く違います。先輩をやめてください。そんな、はい、いろんなコントありました。はい、それで、なんか、でももうちょっと、はい、大人になってからというか、その、大きくなってから私たち会いましたよね。もう大人です。大人、大人。中学生の人。え、じゃなんか、なんかの、スタジオで、前室かなんかでお話しさせていただいたんですね。そうです。なんかの、そうですよね。え、違ったかな？多分、この書籍の一発目が出る前とかに、はい、そのご家族の話を、されていて、なんかそうです、一緒に出るものじゃなくて、うん、なんかそのすれ違いのタイミングの時に、そのなんちゃんが介護のプロだから、うんうん、ここぞとばかりにシャシャって聞きましたよね。なんかそれは知ってたんですね。あ、それそうそうそう、はい、そうですそうです。なるほど。はい、でこういう状況なんですって聞いて、あ、じゃあもう普通に相談行った方がいいかもしれないですね。うん、はい、で地域包括支援センターっていうのがあるので、うんはい、で。で今どういうお母さんはどんな状況なんですか。あ、今あれです。ちょっと、でも認知症が進んできてるかなっていう感じはあります。ちょっと妄想もあって、あと忘れる速度もちょっと速くなってきたかなっていう感じで、はい。でも自転車には乗るんですよ。はい。
電動自転車、うん、電動のスイッチは入れないですけど、だからその、すごくないですか、そうそうそうなんですよ、うん、修行みたいな感じで汗かいてこいでんですけど、すごいな、はい、だからそういう体力とかはあるし、元気は元気、元気は元気、はい、そうです、はい、そこをね、なんかこう、あんまり悲観的になりたくないから、うん、なんかこうね、明るくやってるとこがなんかすごいですよね。本当ですか？大変、実際大変ですもんね。実際大変です。実際ね。実際大変だし、うん、その、書くときは、ね、連載が本になってるんですよ。だからその連載は1年前のこと書いてるんですよ。そっかそっか、はい、だからその1年前のこと書くからもうちょっと余裕があるじゃないですか、うん、その書いてる時は、うん、だけどその当時の時は、うん、いや全然余裕ないですよ、うん、はい、そうですよね、はい、なんかもうどうしていいか分かんないまま、うん、最初もうほんと突然あの実家にたまたま帰ったらもうお母さん道は見つかってみたいな感じ、うん、でしたっけ、始まり方がそうですよね。部屋が片付いてなくてとかね。そうです。あの、もともとその、うん、コロナ禍で、うん、そのお金も貯金もなくなっちゃって、うん、私はその都内に住んでたんですけど、うん、違う、もっと安い、マンションに引っ越そうと思ってて、はいはいはい、で、なんとか決まって、ハンコをしてませんぐらいの状態で、うん、家族どうなってんだろうと思って様子見に行ったんですよ。うん、そしたら、なんかその、部屋がちょっとゴミ屋敷みたいになってて、うん、で、なんか床が砂場みたいになってて、うん、でそこに座椅子があって、母が座ってて、うん、頭かち割って死んでやるって言うから、うん、あれってなって。でそのかしわって死んでやるって言って2階に上がっていくから、うん、その姉も連れていくんですよ、はいはいはい、でその2人で死んだら本当にどうしようと思って、うん、そしたらその寝てるっていう、その何を見せられてんだろうと思いながら、でびっくりしたわけですよね、びっくりしました、ね、本当にそれまでしっかりしてたお母さんだった、うん、知ってます、うん、そう、そのなんかこうネガティブな発言とかもする母じゃなかったので、うんうん、でそれを数セット繰り返すんですよ、うん、その頭かち割って死んでやるを、はいはいはい、で初めましてみたいに言うから、うん、あ、なんか変だと思って、うん、で認知症っていう知識が私にあったか、でも ほぼなかったですね、だからどう何が起きてるか分かんなかったんですけど、うん、でもなんかその別に私が帰ってどうなることでもないんですけど、うん、でもなんかいた方がいいんじゃないぐらいの、うん、あんま腹がくくってない感じで戻ったっていう感じです、うんうん、それだけでも大変なのに、お父さんがまたね、結構よね、酔っ払い、はい、そうそう、ブレずに酔っ払い、はい、なんか、うん、母と父って今もなんですけど、はい、夜喧嘩するんですよ、はい、ほんでその嫌じゃないですか私、ね、そうすると、うん、姉が空気読んで歌を歌ってくるんですよ、だいたいそれが蛍の光っていう、なんかそのちょっと、うん、その選択どうなのみたいなのを歌うんですけど、で終わらせる、終わらせるみたいな感じで、あ、そういうことなのかじゃないですか、まあでも2番まで行くからちょっと1番でやめてもらえないみたいな、そういうのはあります、なるほどね、まあそういうことがまあちょっと本に出て、恋目線もねありながら、このだから2年目って新しくまたこう出したわけですね、はい、そうです、この本がってことですよね、そうなんです、なんか、いろいろパワーアップしてまして、うん、あの内容とページ数もパワーアップしてるんですけど、うんうん、一番あの私の文章力がパワーアップしてます、うん、あ、はい、そうですか、だから読みやすかったですもん前回も、うんうん、本当ですか、すごい情景も浮かぶし、そうそうそう、1冊目が、うん、1冊目2冊目はもっと表現力がアップしてます、うん、あ、そうです、はい、なんでそんな言い切れるのいや誰も言わないから、私が自分で言うとこだ言ったことって言ったこと間違いない、マイナスプロモーションする意味わかんないですそうです、そうです、絶対おすすめですもんね、自信作です、自信作です、間違いないです、もともとその早いじゃないですか、デビューが20歳、そうですね、19、20歳です、中高ぐらいの時からお笑いやってたんですか、西岡さんって、いや、あ、そんなこと聞いてくださるんですか、もちろん、いや、もう本当にかもなく不可もなくの、もう普通の子で、ちょっとテレビに出てみたいとか、そういうミーハーな感じで、うん、昔なんかデビューっていう雑誌があって、はい、それに応募したっていう感じ、はい、そうです、じゃあ誰かに憧れ、お笑い芸人の人に憧れたっていうよりは、なんとなくこうテレビに出たいみたいな感じだったんですか、もともとそうですけど、うん、そのなんか金の卵を探せみたいなオーディションで、うん、でその、それ受かったら、でも誰でも受かるんですよ、うん、で特に女芸人さんが少なかったからめちゃくちゃ受かりやすいんですよね、うん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 、で受かっていたその太田プロの事務所に山田邦子さんがいらして、それはもう、はい、生で見れて、うん、すぐ見れたんですよ、うん、だからわーってなって、はいはい、で山田邦子さんみたいになりたいっていうのはすごいありました、うん、うわで、すぐ割とそのまだ女性が少ないから、山田邦子さんの番組の前説もさせていただいて、はい、だからすぐテレビ局行って、なんか別に私は前説なんですけど、なんかその売れたような気がするじゃないですか、はい、そっからが長かったです、あー、はい、そうですか、はい、そっからがそのコンビになったり、はい、コンビになったり、そうですね、そのもう渡辺行ってから、そうです、行ってからです、はい、でコンビ解散した後に、エンタの神様ですか、あれ、そうです、
ブレイクしたきっかけ。そうです、そうです、そうです。ね、そうです、そうです、うん。そうです。それと、もう一個、うん、なんか、違う番組で、うん、そのボンテージを着て、うん、ジャネット・ジャクソンに会いに行くっていう企画があって。めちゃくちゃおもろいじゃないですか。深夜なんですけど。何の番組ですか。じゃなんかそう、本当にそれ一回だけの番組で、で別に本当にそのエンタの神様全く出てない頃に、うん、コスチューム着て、ムチ持って、ジャネット・ジャクソンがその時、その、ダイエットかなんかされてて、で、それがリバウンドしていないかを見に行くっていう企画で、うん。うん、でこの番組のタイトルは、ボンテージを着てジャネット・ジャクソン。いや、違う違う。なんかちょっと忘れちゃったんですけど。テレビ東京のその番組じゃないですか。違う違う。なんかでも深夜で行かせていただいて。その時に西岡さんは、その、ボンテージキャラをもうやってたんですか？いや、でも、やってないですし、その、はい。とにかく、その、エンタの神様で、こう、ネタ見せをして、で、その、なんか、ネタでは喋れるけど、その、外に行った時にどう喋るとか、全くないままに、ふわふわ、ふわふわ、会いに行って、で、なんかその、私が会いに行った時に、ジャネット・ジャクソンさんが、日本に来日するって、その、行き違いになって、結果何しに行ったか分かんないみたいな感じに。いや、それも、ね、把握せずに行ったんですか？じゃあ、ちょっと、ゲリラで行こうとした。じゃあ、分かんないんですけど、じゃあ、なんかでもそう、行ったら行ったで、ここにジャネット・ジャクソンさんがいるんじゃないかっていうのを、こう、あちこち行くんですけど、で、なんかその、もうすぐ会える、もうすぐ。なんじゃ。その、なんか、薄い電波少年の、電波少年の真似した、なんか、やばいディレクターの番組みたいな。会えるわけないなん絶対無計画でしょそれそれで会えないですってなって、うん、でその実際今日本に来てるってなって、うん、って言って終了したっていう、うん、あじゃあ実際それで、その時は SM のネタをやってたんですかもうやってなかったです。もうすぐエンタの神様ですみたいな時だったと思うんですよね。エンタ出る前に、それでやってた。買ったボンテージでしょ？そうです、そうです、そうです、そうです。どこで買ったんですか、ボンテージ？それは、原宿の、はい、そのなんか、そういう、なんていうんですか、うん、衣装ばっかり売ってるお店ありますよね。うん、竹下通りの中に。竹下通りをずっと、明治通りに向かって左手にあるところですね。そうです、そうです。はい、で、ムチだけは、そういう、その、その、専門の店で買うっていう。あ、行ったんですか、はい、そうですよ、ね。いきなり SM になろうと思ったんですか。あれは、あれはあれです。当時、レーザーラモン HG さんが、毎日テレビに出てらして、で、それの、この女性版はどうかと思って、HG さんは先だったんだ。そう、そうです。すごい先です。で、毎日出てらして、それをこのテレビで見て、パクって、行ったっていう。あ、HG さん、あ、そう女性版みたいなイメージだったんですか。そうです、そうです。あ、全然知らなかった。で、私がそのテレビに出れるなってから、たまたまその HG さんにお会いすることがあって、うん、で、その今させていただいてるんですけど、このまま続けていいですかってお聞きして、うん、さあもうどうぞどうぞってなって、うん、でもなんか今思うと、事後報告だから、それダメって言わないよなと思って、なんか。まあ、全然、私あんまり、その、もう、めちゃくちゃブレイクしてた時に、お互い共演みたいなのあんまなかったんですね。はい、ほぼなかったです。はい、そうです。そうですか。はい、そうです、そうです。なるほどね、はい、知らなかったね。本当にありがとうございます。実際勉強したんですか？ SM の勉強とか。あ、しました。もう出てすぐ、やっぱその、なんていうんですかね、エンタの神様以外は、うん、そのトークとかでも、うん、ほぼ全部しくじってるんですよ。うん、しくじってる？はい。ほぼ全部、こう、失敗したり、うん、番組にご迷惑をおかけしたりって、こう、うん、能力不足があって。うん、まんまくいかないことあって。そうです、そうです。この辺の話、詳しく聞きたいですけど。何でしくじったって。何でしくじったの？全部しくじってるから、ちょっと、何ですかね。代表的なもので言ったら、27時間テレビとか、はいはい。27時間。そう、はい。で、しくじったりとかして、うんうん、で、炎上したりとかして、でももう全部、っありました、ありました。泣かれた時です、ね。はい、その泣くとはもういろんなとこで泣いてたら、ちょっともう分かんなくなっちゃってますけど。SM キャラの女王様なのに、泣いちゃう。よく泣いてましたよね、そっか。私、泣いてきてますよ。尋問みたいになってますけど。いやめちゃくちゃ面白いです、その時の話。一旦 CM 骨情報を挟んで、引き続き西岡澄子さんお世話になります。緊張しちゃった。日本放送 The Radio Show。 クレジットカードキャッシングの過払い金、もう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金してくれるカード会社が何社かあるんです。あなたの過払い金間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10 の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、
圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは桶川北本インターに大型トラックが故障して止まっているため6キロ半の渋滞です。首都高速道路は中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りが王子北に落下物があるため千住新橋まで5キロ影響で川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東両家まで3キロ半の渋滞です。横羽線の上りは大師で事故のため3キロ渋滞しています。神奈川県の指導環状2号線は新横浜方面への外回りの横浜市と塚区信濃町で事故の調べが行われているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。庭さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。ナイツ、The Radio Show。さあ今日はゲストに西岡澄子さんをお招きしております、はい、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ウォッチャーさんからメールが来ています、はい、ご自身のエッセイポンコツ一家2年目の映像化を目標とされているということですが、はい、キャスティングできるなら出演を依頼したい俳優さんいらっしゃいますか。あ、そうだね、聞かれるんですよね、うん、そうですね、いやもうやってくださるなら本当に誰でもと思うんですけど、理想を言っちゃう。やっぱり名前を言わないと三谷幸喜さんなんかは、はい、まあ、当て書きで書くらしいですから、あ、そうですか、俳優さんが決まんないと多分書いてくれないと思うんですよね。そしたら、うん、やっぱりその私に近しい方ということで、はいはい、吉瀬美智子さんとか。あ、ちょっと待って、顔の、はい、私はその吉瀬さんを目指してるので、うん、髪型とかだから、はい、私は勝手に吉瀬さん目指したんですね。目指してます。なんとなくわかりますよ。そうです、はい、千葉の吉瀬美智子と言われてます、はい、寄せていってるので、はい、できれば決まりましたね、吉瀬美智子さん。そうですね、まあ、年齢もちょうど決まりました、ね、本当ちょっと待ってください、うん、私も名前出すのが申し訳なくて、ちょっと いやちょっとこれ以上やめてください。私ストップしてください。すごいすごい、はい、いいですよこれは。申し訳ないです、本当に。ラジオネーム本ビリさんですね。西岡澄子さんがジャネット・ジャクソンに会いに行ったのは川津くんの検索生活というクリームシチューのお二人が MC の番組の企画みたいで、それです、それです。ロサンゼルスに行って空港で手荷物検査で引っかかったりしたそうですが、うん、SM のコスチュームが怪しまれたんですかということを。あれはあれです、そのやっぱりその時代もありましたので、とりあえずあのボンテージで乗れるのかっていうので、まあ、そのまま行きますし、ボンテージを着たまま行ったんですね。まず行って、まず、うん、で、まあ、途中でその多分確かカーディガン羽織って入って怪しいですねのとか、であと多分ムチで引っかかったんじゃないかな、そのムチにその金具がついてたりもしたしっていうのもあったっていうことだと思います。これは何に使うんだみたいなことのくだりがあったわけですよね、はい、そうです、そうです。なんか説明したわけですか。そうですね、あの、うん、その女王様キャラをさせていただいててっていう話をそらしますよそれロサンゼルスの人に今求められて、世界共通の女王様キャラってこれで合ってんですかね、なんか分かんない。クイーンですもんね、だって女王様っておかしいですよね。全然分かんない。なんか私違う番組の企画で、はい、ダイビングの企画、うん、そう Q 様でさせていただいて、うん、なんかその潜水で、なんかこう、はい、ちょっとマニアックな競技なので、はい、優勝しやすいんですよ、うん、で日本で優勝してで世界大会に行くんですよ、うん、でスロベニアっていうところに行ったんですけど、スポーツのダイビングをやったんですか。そうです、日本代表で、その行った時がその、ちょうど、女王様を、になった時なんですよ、うん、ちょっとテレビに出始めた時はただのお姉さんだったんですよ、うん、である時急にその女王様になるんですよ。だからテレビ的にもなんかちょっと変な感じがするんですけ ど、うん、でもう世界大会行く頃にはもう女王様だったんですよ、うんうん、でその、その現地で、うん、私日本代表ですっていう証明がなかなかできなくて、うんうん、泳げるんじゃないかっていうギリギリのところで、うん、はい、なんとか証明して、はい、
っていうのはありました。結局大会は女王様では行ってないですよね、その中島さんは。だからそのあれです、あのテレビの企画で行ってるから、女王様で行って、はい、そだからその、でも大会はちゃんとした大会だから、この元々のその選手の顔と私のいでたちが一致しません。それが違うから、はい、通らなかった。カツラも被ってたしね、被ってました。で、ムチも持ってましたし、だからそんな、なんで本当に選手なんですかっていうので、はい、出れなくて、もう本当に危なくその泳げないギリギリのところで、そうなんだ、はいはい、入れたっていうのは。確かに、だからあのコスチューム脱いだ時とか、かなり勇気いったんじゃないですか。ノラちゃんもそうですけど、はい、ね、徐々にこう、徐々にね、普段に戻っていったって感じです。徐々にだっきし、ね、そのなんかその、うん、なんていうか、その、うん、能力ないとかいうのはすごい自覚してるんですよ。だけど、うん、その、やっぱ生き残りたいから、その、その、ボンテージのまま行くのか、うん、それともちょっとずつ私服にしていくのか分かんないけど、うん、でも多分私服の方が自分としてはいいんじゃないかと思って、うんうん、だからちょっとずつその服を着ていくわけですよ。うん、薄着だったから、うん、そのカーディガン着て、そう、ちょっとこう長いパンツ履き出して、あとムチもちょっとずつちっちゃくしていくわけですよ。ちょっとちっちゃいけど持ってんね、持ってます、持ってます。で、なんか、たまに、あーってやらなきゃいけないから、ちょっとちっちゃいのポケットに入れといて、すぐ出せるようにしたりとか、最後らへんは。胸ポケットに入るムチとかあったんですか？ありました。めっちゃ最後はそうして、はい、したりとか。で、ちょっとずつ色入れてって、みたいな。はい。で、ほんとにちょっとです。もうだいぶ抜けましたね。はい、ほとんど残ってないですよ。ゼロですもんね。ゼロです。そこでも、ノラちゃんはそこをちょっと見て学んだのかもしれないですね。いや、そうじゃない？少しずつシフトチェンジするのをね、言ってたからな。そうだ、そうですか。西岡さん見てたのかもしれないですよ。そんなに尊敬される先輩じゃないですよ。短くなってたんで。あ、ノラちゃんは本当に私のことバカにしてますから。本当にノラちゃんは。だからちょっとなんか一緒にいやすいっていうのもあるんですけど。はい。居心地いいんだ。あの子は私のことバカにしてます。遠慮してない感じはもう。してないです。本当に。私なんか、本当にネタが、営業でやるネタが本当に本数少ないんですよ。でもなんか、ちゃんと出せるのがもう2本ぐらいしかなくて。で、その毎回同じことを長年やってるのをノラちゃん見てるわけですよね。で、私、いつも、その、本番出る前に、西岡すみ子だよから練習しないと できない人なんですよ。うん、練習しないとできない人なんですよ。流れ、一連の流れじゃない。無理なんですよ。で、そう、で、その楽屋一緒だから、私が西岡って言ったら、ノラちゃんが横で、徳馬だよって言ってきたんですよ。無理なんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、やめて、やめてって。すごいやるんですよ。本番出ていくときとかでもやるから、ちょっとやめて、マジでって言って。そうですね、西岡って言ったら、まあ、徳馬の方来ちゃいますからね。真面目な先輩だからね。みんな面白かった、ね。あと、左キラーの西岡ね、巨人のね。左キラーの西岡。それじゃない。ドラちゃん寄りですね。ドラちゃん寄りですね。ね。じゃあ、ありがとうございます。コーナー参りましょうか。はい。はい、今日のスポットナイツ。はい。うん、この時間はゲストが今一番気になる話題を伺っております。うん、ハマってることとかね、はい。最近の悩みでもいいんですけども、うん、何かありますか？その自慢したいことがありまして。自慢したいこと、はいはい、はい。なんか唯一の趣味で、はい、ベジタブルカービングってわかりますか？めちゃくちゃ。何すか？スイカでやりました。すごい、私すごい、スイカめっちゃ難しいですよね。そうそうそう、はい。ベジタブルカービングって何ですか？ベジタブルカービング。なんちゃお願いします。え、なんでだよ。なんでだよ。なんちゃお願いします。スポットナイツだから。これはゲストのスポットナイツ。なんで自分が説明下手くそだ。説明してくださいよ。カービング、ベジタブルカービング。まあ野菜とかその果物とかにその彫刻刀で彫って飾りみたいにしていく、うん、お花とか、顔とか、うん、それを自分は企画でやったんですよ。はい、スイカで。スイカでやりました。スイカがすごいのは、うん、私は人参とかなんですけど、うん、なんですかね、スイカって3色出るんですよね。最初のその緑の色と、ちょっと掘った白が出て、最後赤が出るじゃないですか。うん、だからそれをこう、微妙に使える人じゃないと、スイカってなかなか掘るの。もう掘り方によって色が出てくるわけだ。そうです。なっちゃめっちゃすごいんですよ、だから。はい。じゃあ何に作ったの？そのスイカに。スイカで何を？なんかお花ですね。お花を。番組の企画なんで。そのプレバトとかでよくアートとかってやるじゃないですか。ああいう感じでやったんですか？ああいう感じでやったんですけど、うん、呼ばれたことは一切ないです。完全に趣味で。呼ばれると思う。それをやってるんですか？あ、じゃ見てほしいです。いいですか？見たいです。なんか、それだけのインスタをやってて。わかんない。その、それだけのインスタをやってて、で、それだけのインスタがめちゃくちゃ人気ないんですよ。だから、その、ちょっと、なんか、申し訳ないんですけど、うん、ちょっと待ってください。あ、どうしよう、なんか、うん、こういう感じです。あ、なんかカラフルいっぱいありますね。ベジタブル、ベジタブル。何が一番あるか。これ、人参の竜なんですけど。あれ、すごい。めっちゃすごいじゃないですか。マジですか？すごい。こんなんだって、中、
あ、そう、中国料理の、そうそう、そういう時に載せるやつですね。あの、あと、なんか、ちょっと待ってください。むっちゃすごいじゃないですか。なんて検索したら出てくる。あ、多分人気なんで何検索しても出てこないです。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。みんな見たい。実際してるんですか？ごめんなさい。西岡すみこで出てくる。出てこないと思います。出てこないですか？人気がないから出てこないです。ちょっとごめんなさい。これインスタですか？これインスタですか？私がインスタです。インスタです。西岡すみこでインスタで出てくる。ちょっと出てこないと思います。何で出てこない？見てほしいのか、見てほしくないのか。見てほしい。見てほしい。絶対出てきますよ。だから、私が今見せないと多分無理だなと思って今見せてるんです。なんかアカウント名みたいのは、西岡すみこではないんですね。うん、西岡すみこです。めっちゃうまいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。何これ。あ、嬉しい。嬉しい。お花これ全部野菜なの？そう、野菜です。めっちゃうまいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しい。出てくるじゃないですか。みんな優しい。みんな優しい。出てくる。フォロワー俺より多いじゃないですか。もう、ちょっと。もう、そんな、なんすか、もう。そんなことあります。だって土屋さんのアートすごいじゃないですか。いやいやいや、すごいですよね。出てきますよ。あ、西岡すみこサラダで検索すると、そっちは出てくる。もともとサラダで花を作ってたんですよ。で、そのうち、そう、竜とかやりたくなってっていう。すごいですよ、ね、ありがとうございます。いや、すげえ、めっちゃ嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。そんなこれはなんか、はい、その個展とかはできないですよね。野菜だからすぐまた腐っちゃうから。あ、確かに腐っちゃうのもありますけど、ね、でもそんなになんかその私の需要があんまないと思いますけど、その個展とかなんかこれは何かやるん、はい、予定はないですよ。俺はなんとか三谷幸喜さんつなげますんで、はい、なんとか狩矢崎翔吾さんつなげます。あ、嬉しい、嬉しい、めっちゃ、ね、言ってよかった、言ってよかった。めちゃくちゃ嬉しい。知らないけど、カリカザキちゃん会ったことないから、ぜひぜひ、めっちゃ嬉しい。今日喋ってよかった、ありがとうございます。カリカザキさんを紹介つなげてほしい、つなげてほしい、ありがとうございます。夢が広がりました。いや、もうそろそろお別れの時間ですけど、もうですか。何かじゃあもうお知らせ、改めてあれですね、このお知らせも本当に一択ですね。はい、あのポンコツ一家2年目が発売になっております。2冊目です。講談社より税込み1650円で販売中ですので、うん、ぜひあのお手に取って笑っていただきたいなと思っております。はい、はい、ということで、はい、この時間のゲスト、はい、西岡すみこさんでした。ありがとうございました。ここで中央事務所に電話をして現金を受け取った70代男性の感想をご紹介します。過払い金、過払い金と CM ではよく聞いてましたが、借りていたのも古い話だし、毎回借りても5万円ぐらいだったし、正直人事でした。だけどちょっと空いた時間にあればラッキーくらいの軽い気持ちで0120-10-10-10に確認の電話を。そしたらびっくり、45万円もの現金が入金されました。もっと早く電話すればよかったですね。自分が対象かわからなくても確認はタダですし、まずは試しに電話してみるのもありですね。もしも家族や友人にまだ電話をしていない人がいたら、簡単だからダメ元で一度電話だけはしてみてーと言ってあげたいと思います。さあ、今すぐあなたに現金がいくら戻るか、 0120-10-10-10 0120-10-10-10 でお気軽にご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 明日お昼11時半からは清水ミチコとナイツのビバリーヒルズ、ただいまマジックリクエストを募集中。あのね、いつでもどこでもあっという間に日本放送を聞けるおまじないがあるんですね。いきますよ、1242。ほら、マギーシローさん、そんなダイヤルをいじんなくても今はラジコで聞けるんです。ジェネリック、日本放送ラジオ
ザ・ラジオリビングです。前島香乃アナウンサーよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、6年ぶりに新生寝具メーカー西川の羽毛布団をご紹介するんですけれども、うん、なんと驚きの1万円台実現しました。西川で、ね、そうですよ、老舗西川で1万円台という。羽毛布団ですよね。そうなんですよ。で、西川社内でも価格破壊到来かと、うん、どよめき起こったくらいの驚愕プライスになっております。これは怒るでしょ、どよめき。本当にもうとんでもなくお安いお値段で抜群の品質の羽毛布団をお届けするっていうのをテーマに2年がかりでこちらのお布団取り組んでまして、やっと商品化できたんですよ。自信を持っておすすめします。今回合計500枚限定でご用意してたんですが、すでに残り180枚。めちゃくちゃ少なくなった、ね、もうちょっと寒くなってきたからね。そうなんですよ、やっぱり朝晩冷えるじゃないですか。うん、なのでもうとんでもなくですね売れております。で、暖かさと軽さに差が出る最も大切な羽毛なんですが、今回希少なイギリス産のホワイトダックダウンを使ってます。世界の羽毛生産量のおよそ 0.2% しか取れない希少中の希少な、ね、羽毛なんですけども、イギリスは北海道よりもさらに北に位置する、まあ、極寒の地ですから、水鳥がこう体を温めるためにダウン自体っていうのはすごく大きくなってるんですよ。イギリスってそんなに寒いんだ。そうなんですよ、やっぱり寒くて、で一つ一つのダウンが大きくて、こうたくさんの空気を溜め込むからこそ暖かい。で、羽毛布団のランクを星で表現するなら四つ星クラスにですね相当する高級ランクの羽毛布団です。しかも希少なダウン使ってますので、より丁寧に仕上げるために日本の工場で作った国産品です。今スタジオにサンプルありますけども、加工前のダウンってちょっとボリュームが少ないんですよ。あの油分とかゴミとかがやっぱり入ってるので、はい、それを日本でこう加工することによって今那須さんが持ってるもう同じ 10g なんですけど、容器こうみちみちにね、まあ、全然違う、思えないね。同じ量なんですか。同じ量なんです。 10g 10g すごい膨らんでる感じだよね。すごいですよね、やっぱり傘がね。そうなんですよ。で、これでも驚愕のお値段、品質、日本で作った国産品、もう全てに妥協することなく作り上げた渾身の力作です。さあ、お値段です。老舗寝具メーカー西川のイギリス産ホワイトダックダウン高級羽毛布団、店頭で同じランクの羽毛布団買おうとすると、まあ、10万円以上します。正直なんですが、税込み19,800円。もう驚きですよ。すな、もうあの清水寺から飛び降りる思い出っていう風にメイクさんも、ね、西川さんもおっしゃってました。本当にそれくらい、本当に言ってました。スタジオの外でもね、うなずいてますからね。本当です。本当にこれだけお得なのはなかなかないですけども、2色組さらにお得でして、4万円を切って税込み38,900円。いやいやいや、やっぱりね、2色組で買われる方も多いですね。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です、うん、このご紹介の羽毛布団、たっぷり1キロのダウン入ってるんですが、うん、スタジオに今那須さん相当なっちゃんが今手をガッてやってる。すごいふっかふかで弾力めっちゃありますね。ふわふわですよね、ほんと。もうだって2倍くらい傘高が今ちょうど下にですね、一般的な羽毛布団あるんですけど。そうなんです、なっちゃんも。マットレス、最近マットレス変えたから。そう、そうですよね。あと羽毛布団だね。すごい。土屋さんが持ってらっしゃる。軽い。これ同じ1キロなの。厚みがあって軽い。そうなんですよ。星薄くて重いの。そう。星薄くて重いの。ね、あの変えることをお勧めしますね。いいわ。やっぱり傘がある。ちょっと。ちょっと正面触ったね。ちょんちょんって触りますけど、本当にね。軽い。もう全然違いますよ。同じ重さなのにこの感覚違うっていうのはやっぱりこの傘のね、高さとやっぱりふわふわ感なんですけど。うん。高そうだな。なんです。でも創業して458年経つ老舗寝具メーカー西川、もうすごいところたくさんありますけど、やっぱり加工の技術力、もうダウンをふっくらこう磨き上げて膨らませて空気たっぷり溜め込むようにしてるから、この今那須がポフポフされているお布団です。もう同じ重さなのにやっぱりこれだけ違うっていうのはその技術力ですね。で、今回さらにお安くご提供できたのは、あの夏の工場ってあんまりこう稼働しない閑散期なんですよ。そうなんです。羽毛布団をやっぱり冬に向けて作りますので、そこを狙ったからこそ安い。なるほどね。で、色も今こちらスタジオにある可愛いベージュ系ナチュラルですね、とブルー系からお選びいただけます。さあ、老舗寝具メーカー西川のイギリス産ホワイトダックダウン高級羽毛布団、税込み19,800円。2色組さらにお得、4万円切って税込み38,900円です。関東1都6県は送料込み。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までぜひどうぞ。前島からアナウンサーでした。ありがとうございます。
羽衣フーズがお送りします。なっちゃん本当におめでとう、よかったね。ありがとうございます、本当によかったです。なんかあったっけ、そなんか俺知らないわ。え、いや、あの気温がちょっと下がって快適になったじゃないですか。おめでとうってなんだよ。あの頃はさ、エアコンの温度で喧嘩してたけどさ、仲良くしようよ。そうですね、仲良くしましょう。まあ仲良くするならよかったけど、秋って本当にいいですよね。気温も快適だし、食べ物も美味しくて、幸せってこういうことなんだなって。幸せをかみしめてるね。なっちゃん、秋の味覚だと何が。クリ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 、相当怖いって。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。即答と即答とソフレントは違う。何が嫌なんですか。だけでいい。何が嫌なんですか。クリ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 って何回も言うのは即連投なんです。即連投は嫌いなんですか。嫌い。即答は好きなの。即答は好き。でも先週自分ボーンって言った時は3回4回言いました。ボーンボーンボーンって。そうそうそう。記憶にございません。よくわかんないけど、ね、さあ、スマイレシピショーのコーナーです。このコーナーでは防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はリスナーさんからいただいたメッセージを紹介します。メールを送っていただいた方の中から抽選で1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。それでは早速メールをご紹介しましょう。はい、栃木県にお住まいのともえさんです。備えレシピショーのおかげでローリングストックは耳なじみがあり記憶に残っていました。ナイツさん、なっちゃんへの防災抜き打ち質問の回ですがとても良かったです。自分ごとで私も質問を受けているような気持ちになり、携帯トイレなど全く準備できていないことに気づきました。その一方、なっちゃんの日頃の備え防災意識の高さに感心です。なっちゃんを見習い、早速今週中に、用意しようと思います。気づかせてくださった羽衣フーズさん、先生、ナイツさん、なっちゃんに感謝です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。抜き打ちテストいいですね。いいですね、一緒に考えることで防災を自分ごととして考えられますもんね。なるほど。あの防災用品点検の日は年に4回あります。3、6、9、12月の1日。3の倍数、はい、で今度12月1日も抜き打ちテストチェックしちゃおっかな。抜き打ち1日にしちゃおっかな、しちゃおっかな。言っちゃうんだ、抜き打ちだって。忘れちゃうね。あれも忘れちゃうからな。うん。さあ続いてね、はい、私呼びます。あきこさん、47歳女性の方ですね。台風7号でほんの30分ぐらいですけど停電を経験しました。大変。ペットボトルの水と多めの保冷剤を凍らせて暑さ対策をしておいたのですが、この停電の状態がいつまで続くのかと不安、とても不安な気持ちになりました。それから準備していた懐中電灯も思いのほか明るさが足りず見直すきっかけとなりました。実際に経験してみるとまだまだ準備し足りないことがたくさんあるんだなと身をもって実感した次第です。なるほどね。わかります。なんかね、つけてみたら意外と懐中電灯全然明るくなかったりしますね。もう電池弱かったりね。ダメなんだな。そうなんです。チェックしないとダメだ。冷凍庫の食材が気になってしまいます。ああ、本当だ。30分でまだ良かったですけど、1時間もするとアイスクリーム溶けますよね。いや、そうですよね。焦って結構食べちゃうかもしれない。すぐ溶けちゃうんだ。本当にやっぱり停電も断水も自分が経験すると自分に足りない備えって分かりますよね。もう皆さんももし3日間停電したら断水したら何が必要かっていうのを考えて備えてください。なるほど、はい、3日間想定して、ね、はい。さあ続いてラジオネーム氷枕さん、35歳男性の方です。水曜日のラジオショーでは炊き込みご飯の話が最近よく出てきますが、今泉さんがもし炊き込みご飯を作るならどんな食材を使いますか。羽衣フーズのシーチキンが好きなので炊き込みご飯を作ってみたいと思っています。いいですね。あの私おこわが好きなので炊き込みご飯を作るときに切り餅を切って上に乗せて炊き上げて混ぜるとおこわ風になるんですよ。もち米じゃなくても。そうなんです。そこで
こうちょっと中華ちまぎみたいに中華味にしたりしても美味しいです。あとやっぱりシーチキンの炊き込みご飯おすすめです。ヘタを取ったトマトを丸ごと1個乗せて炊き上がって崩して、そこに塩昆布とあと青じそ入れて和風にしたり、またはパクチーたっぷり入れてレモン絞っても美味しいです。ぜひお試しください。シーチキンも一緒に、シーチキンを入れてトマト丸ごとって、はい、ヘタを取ったのポンって入れるだけで炊いちゃうんだ、はい、で炊き上がったのを崩すと美味しいです。めちゃくちゃ美味しそう。水の量はじゃあちょっと若干少なめにしてもらってもいいですか。でも私はいつも普通通りにしてます。あ、本当ですか。はい、ぜひやってみてください。もう真っ赤になるんですかご飯。いや、そんなに真っ赤でないんですよ。トマト崩してその赤みがちょっと出るようなリゾット風な感じで、お出汁も出て美味しいんですよ。トマトの美味しいです。シーチキンのご飯美味しいんだよね。シーチキン美味しいですね、はい、さあ皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではクオカードの当選者を発表しましょう。なっちゃんお願いします。はい、クオカード3000円分が当たった方は、栃木県にお住まいのともえさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらでぜひストック食品を買っていただいて、このコーナーで紹介した備えレシピ作ってみてください。ということで、このコーナーへの感想や今泉さんへの質問、また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com、 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。来週はストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いいたします。レシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらで確認してください。そして番組特設ページでは、はごろもフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、はごろもフーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。はごろもフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんか。はごろもフーズ。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス。はごろもフーズの商品でローリングストック始めませんか。はごろもフーズ。はごろもフーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間ははごろもフーズがお送りしました。時刻は2時54分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。中国国防省は核ミサイル部隊を管轄するロケット軍が今日午前、模擬弾頭を搭載した ICBM 大陸間弾道ミサイル1発を軍事演習で発射したと発表しました。 ICBM は太平洋の予定海域に落下したとしています。中国国防省は特定の国家や目標に対して行ったものではないと強調し、今回の発射は年次演習の計画に基づき、国際法や国際的なルールにも合致していると説明しました。また事前に関係国に通報したということです。中国国営通信の新華社によりますと、ICBM の発射は武器の装備や性能、部隊の訓練レベルの検証に有効で、当初の目的を達成したとしています。一方、日本の木原防衛大臣は記者団に、我が国に関係する船舶について被害の情報はない。情報収集、分析を続け、警戒監視に万全を期すと述べました。次です。ANA ホールディングスが2025年大阪・関西万博の目玉となる空飛ぶ車について、
一般客を乗せて飛行する商用運航を見送ることが分かりました。 ANA ホールディングスによりますと、万博の開幕までに安全性に関する日本とアメリカ当局の許可、認可を得るのが難しい見通しになったということです。万博では ANA のほか日本航空、丸紅、それにスカイドライブが空飛ぶ車を運行しますが、丸紅とスカイドライブはすでに商用運航の断念を表明しています。日本航空も商用運航を見送る方向とみられ、万博での空飛ぶ車はすべてデモ飛行となる可能性がより高くなりました。次です。兵庫県の斉藤元彦知事は、県議会で不信任決議が可決されたことを受けた進退の決断について今日最終的な段階に来ていると述べました。斉藤知事は、辞職や失職を選ぶか、議会の解散に踏み切るかが注目されていますが、結論は示していません。なお、県議会では今日から代表質問と一般質問が行われる予定でしたが、不信任決議が可決されたことを踏まえ取りやめとなっています。おしまいに、アメリカ大統領選挙をめぐり、ニューヨークタイムズが実施した世論調査で、激戦とみられるアリゾナ州など3つの州で共和党候補トランプ前大統領の支持率が民主党候補のハリス副大統領を上回っていることが分かりました。これは西部アリゾナ州と南部ジョージア州、それにノースカロライナ州の3つの州で、ハリス氏はこれから黒人や女性票の掘り越しを図るものとみられます。アメリカ大統領選挙は11月5日で、決戦まで1ヶ月半を切りました。この時間のニュースは以上です。後藤さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップライター。今日はパチンコ&スロットアミューズ、次もその次もアパホテル、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップライターは今日夕方5時50分から。The Radio Show。はい、ゲストの感想ですね。リサイクルショップさんです。ゲストの西岡澄子さんのポンコツ一家がドラマ化したら、西岡さんは木地瀬美智子さんに演じてもらうと聞いて、うん、私は以前からずっと似ていると思っていたのでめちゃくちゃ納得しました。声も若いので、なんならご本人に演技の仕事があってもいいと思います。本人役でね、本人役ってことも、まあ、できなくはないですもんね。本人役いいんじゃないですか、だいぶ、ね、自分がね、演技できないことはないですよね。ということか。で、同世代がやるんだし、同世その中に、ね、そうだよね。ほとんどリアルタイムの話だから、吉瀬さんのでもボンテージ姿も見たいけどなやっぱそういうシーンも入ってくるわけか。重要でしょう。重要のとこね。ああ、うんうん、そっか。やっぱエンタのシーンとかもね、入れないとやっぱり、うん、じゃあやっぱ吉瀬さんやった方がいいのか。そうか、やった方がいいのか。高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン、錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、元気健康絶好調、神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が、出張査定で漏れなくクオカード、え、僕からのプレゼントと思って。あなた、出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。ベリーベスト法律事務所は現在、おじいさん、お父さん、ご兄弟をアスベストで亡くされた方を探しています。ご遺族には国から最大1300万円の救済の可能性があるので、 0120-70-7000番、 70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしています。さあ、安藤なっちゃんからこの時間のお天気を伝えてもらいましょう。お願いします。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 20.6 度、湿度 94%。
今日の東京地方、予報では曇りですが、関東地方は所々で雨が降っています。午後2時までの最高気温は都心で 23.7 度でした。この後も沿岸部を中心に雨が降りやすく、雷を伴うところもありそうです。北寄りの風の影響でひんやりしますので、服装で調節してください。明日は朝晩を中心に雨の降るところがありますが、日中は気温が上がり、真夏日になるところもありそうです、うん、熱中症にもお気をつけください。以上、産地のお天気をお伝えしました。はい、ありがとうございました。明日真夏日またえ今さらっと気づかなかったけど、明日真夏日もありそうです。ありそうなんだ。気温が上がる。真夏日って35度以上か。熱中症にもお気をつけください。猛暑日が35度、33ぐらい、わかんない。夏日が30度以上で、うん、真夏日が35度以上じゃないですか。35度以上、うん、わかんないな。嫌だって言ってる。嫌だって言ってるのに。ずっと言ってる、ね、ずっと言ってる、何回も言ってる。さあ、今日のね、ランキング、あ、はい、テーマがちょっと読みましょう、はい、中谷志乃さんが考えたオリジナルランキング。なるほど、はい、サイン爬虫類、2位海外のボードゲーム、1位世界遺産検定。なんか誰かの趣味ですかね。お、得意な爬虫類、ボードゲーム、世界遺産。中谷志乃さんが勝手に言ってるっていう、勝手に言ってるイメージってこと。そういうことですね。イメージ、はい、オリジナルランキング、誰かのイメージを言ってる。そうです、暴れる君。違いますね。え、爬虫類、人物、ボードゲーム、人物ですか。はい、誰かが急にハマり出しそうな趣味ランキング。ハマり出しそうな趣味ランキングか、出、うん、しそうな、うん、世界遺産、すごいな、うん、でだからその人がやってるわけじゃないってことでしょ。やってるわけじゃない、急になんかハマって。絶対無理じゃん、そんなことやらないよ。正解は、うん、土屋さんが急にハマり出しそうな趣味ランキング。爬虫類は、まあ爬虫類はちょっとあるよ、あの飼ってたことあるもんね、うん、うちで。ボードゲームも好きっちゃ好きだもんね。ボードゲームもまあ元々カタンとか好きだしね。ただ世界遺産はどうかな、ハマるかな、分かんないですよ、分かんないね、分かんない、何にハマるか分かんない。急になんかね、うん、今な、うん、美術、ね、絵をやってるから、うん、そっから世界遺産っていう可能性はあるよね。なんかそのないことはないね、うん、なんかどこどこのね、うん、マチュピチュとかね、あ、なんかね、ちょっとアンコールワット行ってきましたとか言いそうだな、うん、ちょっとありそうだね、全部当たるかもしれないね、これね、本当だ。あ、で帰っちゃうと、すごい、土屋さんのことを熟知、なんかよく分かってるよね、確かに。予想されるのやだね、でもハマりそうなものを、うん、はい、さあ、というもう一枚、はい、ランキングでしょう。あ、ラジオネーム、うん、高トムさんの、ね、ランキングですね、うん、はい、1位ミノ、2位タン、3位ハラミ。おお、何でしょう、これは。焼肉、焼肉の何のランキングか。ホルモン、ホルモン、ホルモンランキング。ホルモンランキング、ランキング、バカだな。何、まあ、どういう人が好きな焼肉の部位でしょう。ミノ、ミノ、タン、ハラミ。自分。そうなんだ、うん、自分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 、ギャル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 が好きなのミノ、タン、ハラミ。正解は、おっさんが好む焼肉。ミノ、タン、ハラミかな。まあ自分結構それ上位です、全部。まあでもカルビとかもうね、おっさんになるといかなくなる、ちょっと油っぽいのはっていうことかもしれないね。ミノ、タン、ハラミ、ハラミは好きかな、まあ、美味しいね、ね、まあ、ミノとか食べるよ、確かに。ミノ、ジャリジャリしてて美味しいですよね、なんか。ジャリジャリ、あー、うん、まあ、細かい歯ごたえあるよね、うんうんうん、美味しい、好きです、食べたくなるんだろうな、うん、まだまだお待ちしております。日本放送The Radio Show。小泉さんは斉藤さんを相当買ってるんですよね。じゃあまあ大臣の可能性はあるあると思うし、ある意味じゃあもう官房長官なんていう人もいるぐらいですよ、ね、新房二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。若々しい官房長官でいいです。あ、新房官房長官よろしいですか。そうですね、なんかすごい会見荒れそうじゃないですか。大丈夫ですか。
おかげさまで開局70周年。笑顔になれ日本放送。ナイツザラジオショー。ナイツザラジオショー水曜日、この時間はこちらのコーナーをお届けします。はい不安になるな。不安だな。不安になるな、このま。ほんと、はい。今もやっちゃったね。悪い癖で。はい。このコーナーでは、ちょっと納得がいかなかった時とか、反抗するほどじゃないけど、相手をちょっとだけ困らせたい時に、はい、と言ってしまったことを送っていただきます。はい。それでは早速紹介しましょうか。何？昨日もなんか大泉のユメリアホールの係員の説明、皆さん、じゃあよろしくお願いしますと後に、はいって癖だね、これ言ったの、言ったんだ、不安にさせてる、させるなよ一般の方を、安心させてよもう一般の方まで、はい、じゃあラジオネーム茶おじさん、はい、美容院で新人のアシスタントさんが髪をシャンプーしてくれていた時、お客さん頭小さいですね、大型犬洗ってるみたいです、はい。なんかこのコーナー美容院系多いね。ああ、そうなんかそうなんかそういう時なんか困るんだろうね。美容院で困ってる人やっぱ多いんじゃないですか。なんかこれはちょっとでもその店員さんの、まあジョークというか、ジョークだね。だからまあそれに対してのリアクションとしては頭小さいですね、大型犬みたいって意味わかんなくて、意味わかんないよね。洗ったことないしっていう。小型犬の頭ね、あんま握ったことないからね。ないですよ。小型犬の方がちっちゃいだろうっていうのもありますし、ね。まあそうだけど、うん、リアルに言うと、うん、顔ちっちゃい人と同じくらいの頭が大型犬なんじゃないの？大型犬。ああ、まあでも、うん、ね、うん、大型犬にもよるよね。そんなんかもう、あの、土佐犬とかでかいしね、うん、頭も。うん、しかも、これ言われて、なんて返していいかマジでわかんないですね。わかんない。うん、あ、そうですか、ありがとうございますみたいな。もう違うよね。なんか大型犬に例えられてるからね。うんうん、もうやっぱ廃物件。廃物件ですね。廃物件か。廃だな、仲良くなりたいさんです、うん。すいません。写真撮ってください。何枚か撮った後。スマホを横にして何枚か撮ってもらえますか、に対して、はい。あ、なんだでしょうね。なんでどっちも撮るんだろうね。わかんない。縦でも横でも撮るよね。どっちかしか使わないんじゃないのって、うん。そう、なんか要求する人もいますね。撮ってくださいって、その、うん、なんだろう。その自分がじゃあ、縦でも、そうそう、縦でもお願いしますとか。横でもお願いしますっていう。斜めはないじゃないですか。斜めはないね。うん、縦横何がっていう。これはまあ本当になんかちょっと、あるあるで、あと居酒屋とかでもう俺毎回思ってたあるあるというかなんだけど、緑茶杯の方って言って店員が後ろいるのに自分が緑茶杯頼んでんのに全然もらわないやついるじゃん、俺すげえ腹立つんだよね。はいって言わない、うん、なんかその会話に夢中かなのか分かんないんだけど、店員さんが来てこの生ビールの方っつってもうお前だよっていうのにそいつ気づかないやついるじゃん、で誰かがお前生ビールほらちょっとああっていう、あれはもうはいとかじゃなくてなんかもらえよって思う。違うじゃん。全然関係なかった。違うじゃん。違ったな。全然関係なかったです。うん、脱線ってやつだな。ただ腹立った話。ただ腹立った。なんでこいつもらわねえのっていつも。続いてラジオネーム高友さんです。美容院に行った時に、うん、チャラチャラした美容師が必ず聞いてくるあのつまらないお決まりの質問。あれ今日お仕事お休みですか？と言われて。はい。美容院のコーナーじゃん。ちゃ、ちゃらちゃらした美容師が言ってくる？これ。あれ今日お仕事お休みですか？ああ。はい。だったらっていうことか。だったら何なんですかってことですよね。そうですね。それ以外で、休みですか？いや、休みじゃないですけど、ちょっと今中空きでとか。この後です。なのか、夜からですとかなのか。それ一回把握したいんだろうね。その今日のスケジュールを。そこからトークを。広げていきたいと。なんかスケジュールって聞かれるのってあれじゃないですか。なんかグッてきません、ね、なんか一旦あの美容院の方以外でも答える前に明日何ってさらっと聞かれた時になんかなんで言わなきゃいけないみたいな、うん、そうだね、説明も長くなるしとか。なるほど、ね、そうだね。なんか明日なんかあんすかすっと言えないね。それなんとなくあるかもしれない。やっぱこう先手が多いね、美容院の方はね。こっちが喋ってんじゃなくて、だからハイになっちゃうんだろうね。そうか。コミュニケーションを
を取っている、取りたいってことですよね。だからそれ静かに切ってもらいたいと思った人はめちゃくちゃいるからね。まあそうですね。受け身になると、もうこう、いつかハイで終わるよね。だから、ね、これは。美容師ネタ多いな。多いな。ラジオネーム、すごいよ、ますみちゃんさんですね。コンビニのレジにて、袋お願いします。かしこまりました。ピッ。袋使いますか？はい。あ、忘れてきたの。うん、お願いしますって言って。あ、一回ね、聞いたのに忘れちゃった、ね。あ、わかるわかる。なるほどね。真面目にね、言ってんのに。そうですよね。あります。あれ聞いたっけな。ありますね。これはやっぱりあるね。袋、本当にめんどくさくなったね。まあ、しょうがないけどね。そうですね。袋はマニュアル通りに言ってると、ああ、そっか。うん。だから、最後に聞くっていう、もう、そうね、ルーティンになっちゃってると、聞いちゃう、うん。店員さんが、私発信で、袋使いますかって言ってないっていうのは、あるんですかね。うんうん、だから、その、お客さんから、結果一緒なんだけど、袋お願いしますって先に言われたけども、うん、いや、自分が聞くし、っていう店員さんも、はい、なのかもしれない。先に言われてもっていう感じなのかな。うん、いや、そうなんですかね。うんまあ、いろいろなパターンはあると思うんですけど。ね。LINE ばっかりやってるから、うん、普段、ショートメールでやり取りするときあるじゃない、人と、で。その電話番号のショートメールで。で、なんかその、ショートメールで、なんか、これお願いしていいですかって言って、その後に、その人から多分電話がかかってきて、それでお願いして、もう1ヶ月前ぐらいに約束したんだけど、そのショートメールのやり取りだと、その電話の履歴が残らないから、そのことを忘れてて、俺が。で、昨日、こっちから電話して、あの件ってどうなりましたって言った時に、はいってなって、マジでこのはいだったんだよ。それで、いや、僕、返信がないんで、って言ったら、いや、電話で、あ、そっか、ごめんなさい、電話でやってました。LINE だと電話のマークが残るから、そうだね。それマジで。忘れちゃうってことあるかもね。マジで本当のこのはいだったんだよ。何こいつかけてきてないみたいな感じで、昔には考えられなかったよね。考えられない。電話で確認したらもうそれで終わりだったから、ね、そうそう、確かに残らなくなるからね。そうだ、いろいろあるよ、うん、さあ、あ、軽トラのるおさんです、はい、お使いで頼まれた牛乳を忘れずに買って帰り、うん、ちょっとだけドヤ顔でほら牛乳と渡しました。すると、これ牛乳じゃなくて加工乳じゃんと切れられました。はい。わかんない。今ね、いろいろ出てるよ。わかんない、これ。ね、低脂肪乳とか。いっぱいあるよね。そう、なんか成分が何パー以上が牛乳でとか。そうそうそう。そうなの？うん、なんかいろいろ振り分けがあるんですよね。なんかね、違うんだよね、あれ。そうなんですよ。だから料理に使いたい場合とか、本当の、まあ、牛乳とか。それは、ちょっと説明。そうですね。でね、パッケージももうね、いろいろありすぎて、これ牛乳なのかなっていうようなのが、な、普段飲まないけど、たまに使うときに、冷蔵庫の中にな、これなんだろうなっていう、ヨーグルトなのか牛乳なのか、なんかジュースにも見えるしな、みたいなのが置いてある。そしたらよく見ると、加工乳とかって書いてある。頼んだ人はもう頭の中でイメージできてるけど。そうそうそう。頼まない人と一致しないから。ちゃんと、わからない。何のラベルのやつとか、やっぱりもう、ね、そうだね、それが一番わかりやすい。添付して送るしかない、うん、これ買ってきてっていう。牛乳も種類いっぱいありますよね。牛乳っていうか、その牛乳っぽいものとか、うん、乳製品か。確かに牛乳はちょっとダメだね、確認しないと。種類が多い。そうですね、トイレットペーパーとかもさ、そうだけど、トイレットペーパーもいっぱいある。トイレットペーパーは4ロール1パッケージで、うん、あれ何12ロール分ぐらいのやつに詰まったやつが推しです。あ、そんなあるの？あの塊としての大きさはそんな変わんなくて、変わんないで、なのにその餅がほんと3、4、何倍も薄いってこと？え、薄いっていうかギッチギチに詰まっていや、分かってほしい。巻き方が違うのかな。いや、分かってほしい。入ります、はい、そう、はい、無駄なく巻いて、芯もないです。あ、そのロールの芯もなくて、そう、もう全部紙で、普通に巻いてんだ。交換するのめんどくさいから ね、まあ、ね、交換するのもですけど、うん、その収納しやすい、うん、あ、そっか、4ロールでそんな十何個分もあるんで、そっかそっか、それが推しですね、
ギッチギチトイレットペーパーね。ギッチギチのそこに引っかかると思わなかったな、うん、はい、メールは以上となります。引き続きはいと言ってしまったことを送ってください、うん、メールにはその状況とやり取り、最後にはいとつけて送ってください、うん、件名ははいでお願いします。ナイツ The Radio Show。 過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでビタブリッドジャパンからお知らせです。ターミナリアファーストってご存知ですか？ターミナルっていうと駅か何かの名前なんですか、ね、違います。ターミナリアファースト、うん、体重やお腹の脂肪は気になるけれど食事は楽しみたい人のための機能性表示食品です。特保ではありません。これは食欲の秋にはぴったりだね。実はこちらの商品、ターミナリアベリリカ由来勃食脂酸という成分が含まれています。肥満気味な方のお腹の脂肪や体重を減らすのを助けて、高めの BMI が低下するのを助ける機能があるそうですよ。また、ターミナリアベリリカ由来勃食脂酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能、尿酸値が高めの方の食事のプリン体による食後の尿酸値の上昇を抑える機能も報告されているんです。よし、今日はサンマとサツマイモと椎茸と鮭とですね。食べ過ぎには注意してくださいね、うん、詳しくはターミナリアファーストで検索。はい、トモさんという方からメール来てます、はい、ジロジロ有吉で、はい、極狭激狭三条物件のロケに那須さん行かれてましたが、はい、部屋に入れられず玄関先に大型冷蔵庫がドーンと置いたままの住人にダメ出ししていましたね、はい何ですか極狭物件シリーズ、はい、でありますね。だいたい3畳プラス上にロフトがある、うん、で、まあ、コンパクトでスペースをまあ、有効活用している皆さんのところにロケに行ったんですけど、あるお宅は、その、狭いプラス、狭いっていう見える前に、玄関にもう冷蔵庫、大型の家族用の冷蔵庫が置いてあって、中入れないですよ。だから一旦、その、シャワー室みたいなの、ちょっと体入って、そう、自分はもう無理だったんですよ。入れなかったんですよ。でもその、家主は、まあちょっと細身の方で、まあ、ぐいーってこう。わずかな隙間多いから。隙間塗って、一回切り返すんですよ、そのシャワー室。うん。入って、で、ちょっとこう、隙間にこう、入り込むみたいな。もう思いっきりその動線にあるわけです、ね。動線です。もう目の前、もう塞がって。他に置くとかないわけでしょ、狭すぎて。ないんですよ。なんだそれ。いけるっしょってなったんですかね。いけるっしょ。いけないっしょ。いけなかったっす。自分はいけなかった。もう完全にもう通れない。通れない。そんなとこあるんだ。すごかったっす。スペースがどうとかじゃないですよね。分かればよかったですけどね。この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。お客様のお呼び出しを申し上げます。白のカローラツーリングにお乗りのお客様、ご相談がございます。いや、やっぱツーリングいいっすか？今クロスかスポーツとマジ悩んでて。決め手を走り悩んでしまうほど魅力的。5つのスタイルへ、トヨタカローラシリーズはすべてのトヨタのお店で。水風呂には
一気に入るか、足から少しずつ入るか、どちらかが常識とされてきたが、実は、気持ちいいと叫びながら入るといい。気持ちいい。常識から一歩踏み出せば、新しい景色がある、かもしれない。道なき道を行く人の車、トヨタ、ベルファイア。ベルファイアはすべてのトヨタのお店で。番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。藤田雄平さん、1992年北海道旭川市出身の32歳。学生時代はクロスカントリーの選手として活躍しました。2015年から視覚障害の選手と一緒に滑るパラノルディックスキーのガイドスキーヤーとなり、パラリンピックには2018年のピョンチャン大会に高村和人選手、2022年の北京大会に有安良平選手のガイドとして出場。選手の目の代わりを務めています。ガイドスキーヤーを始めて3年が経った2018年、藤田さんは高村選手のガイドとしてピョンチャンパラリンピックに出場します。出場した時は本当に嬉しいなっていうところを思ったのと、やはり国の代表として戦っているので、何としてでも入賞以上っていうところは